はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。今日も来てくださってありがとうございます。ありすがいとうまございせまん、す。機材トラブルで申し訳ないです。このチャンネルはミスタースプリングと、スズランの自由気ままな夫婦が雑談しながら、のんびりとゲームを配信しております。よかったらね、機材トラブルを乗り越えましたので、よろかったらチャンネル登録、もしくはチャットコメントで大いに盛り上がっていただければと思います。その他の重要なこと、大事なことはね、動画の説明欄の方に載せておりますので、よろしかったら一読していただけたらなと思います。ではでは、ポンさん、シンソーさん、アイアイさん、ハクさん、ディオさん、肉まんさん、ロッキーさん、スーさん、あとはコレさんと、また下にあったね。マンダムさんと、イモちゃん、エリーさん、ウルさん、こんばんこんばんは。今は。日もありがとうございありまがとうす。ございま大す。変お待たせいたしました。お待たせいたしました。本当にお待たせいたしました。もうね、大変でしたよ。本当大変だった。大変そうでしたね。ごめんね、コメントは読ませていただいてたんで、なんていうのかな。簡潔に言いますね。トラブルの原因はね、はっきりしてます。簡潔に言うと、このスーパーファミコンのソフトを起動す、あ、本体を買うときに、HDMI の変換器も一緒に買ったんですけど、その変換器に付属で付いてきてた HDMI のケーブルが、不良品で、昨日映ったのに今日映らないっていうので、バタバタ、ちょっといろんな確認をしながらね、やっていく中で、ペンを変えたらね、映りましたので、やっと。やっと。本 当申し訳ない。あ、疲れてます、ちょっと声が。申し訳ない。僕がね、一生懸命ね、あ、でもない、こうでもないって言いながら、映像キャプチャーのデバイスをね、一回アンインストールして再インストールしてとか、いろんなことやってる後ろでね、スズランさんは何をやってらっしゃいましたか？そう、ほら、シンソーさんがさ、スーさんたちの悪戦苦闘が目に浮かびますわって チャットで打ってくれてんだけどさ、私、スーくんのさ、後ろでさ、こいつ、動くぞ、もう、負けないでーだっけ ただただ、ただガンダムのね、ガンダムごっこしてた。ガンダムごっこして遊んでらっしゃいました、後ろで。申し訳ないわ。スーくんだけ頑張ってた、本当に。僕ほんと冷や汗ダラダラですからね、今。本当にやばかったから、配信5分前に映像が映らないっていうあのトラブル、もうビビった。 そう、初期不良だったんですよ。でね、昨日はね、映ったんですよ。動作確認した時は映ってて、全く同じ内容で何にも触ってないのに今日映らないって言った。ね、焦った。も 意外と楽しそうでよかったですって。スズランさんはね、すごい楽しそうになんかしてらっしゃいましたよ。私はそう、夫婦バトルはやってないよ。夫婦バトルやってないですね。夫婦バトルやってないけど、確かにエディさんが言うように、それがあったから、深刻にならずに済んだかなって感じ。ヒヤヒヤするの分かります？ポンさんもね、レトロゲームほらやってらっしゃるからさ、途中で止まるかもってほらおっしゃっやってぱたじゃん。そういう心配はああるるんだよね。ね。ちなみに言うと、僕これスーパーファミコンのソフト今日セットして今動かしてるんですけど、セーブができるかどうかが不安です。セーブできるかどうかも分かんない。それは不安わ 内蔵されてる電池の、寿命がもう来てるか、交換してるかどうかをね、確認取ってなかったから、ちょっと分かんないんだけど、交換されてなかったら、もう何十年も前の電池がそのまま搭載されてることになるので、もしかしたらセーブできないかもしれない。そう、もう5分前のそれはね、やばいよ、肉まんさん、ほんと。デド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 だよ。ダンダンって感じ。一通り言い訳も済んだので。さあ、じゃあ今日はね、何をやっていくかというと、これはね、僕が大好きな、
すごく大好きなゲームです。で、まあ、先にじゃあ見てもらおうかな。うんうん、うん、先にじゃあゲーム画面に映る前にこれをご覧ください。どうぞ。はい、こんな感じです。ライブアライブです。今日は、はい、やっていこうと思うのはライブアライブです、はい、もう大好きでね、僕これが、うん、本当になんていうのかな。ありがとうリクマンさん、まあ、オープニングをちょっと撮っただけなんだけどもうね、ライブアライブが僕大好きで、うん、忍者か、あ、そうそう、新藤さん、そうそう、そうだよ、そうだよ、今ね、オープニングでちょうどね、忍者のシーンがあったけど、そう、これです。枠がすごい凝ってた。あ、本当にフリー素材ですフリー素材でね、頑張りました。で、このスズランさんの描いたファミコンの絵もね、ちょっと入れたり、スーパーファミコンの絵も入れたりとかねして、ちょっと画面作りを最初から作ったりとか。あ、そうだ、ゲームの話しようか。これがね、大好きで、僕、うん、何が、ね、これを初、一番最初にプレイしたのが、確かね、小学校2年生か3年生の頃に、近所のお兄ちゃんがね、やってて、うん、それをね、見てて、あ、すっごい面白そうだなと思って、一緒にやらせてもらった記憶があるんだよね。うん、そう、だから、でもその時は最後まで、そうそう、できなかった。最後までできなかったんだよね、やっぱり。難しすぎた。あの、小学校2年生、3年生の僕には。はい。ということで、リベンジ。リベンジ。はい。大人になってからのリベンジということで、やっていこうかなと。そう、スーパーファミコン、やっていこうかなと思います。ではでは、これ BGM が本当にいいんだわ。神、神らしいね。神ですよ。神 BGM ですから。お、来たー、いいねー。うん、アーティストの半生を描いたゲームですが、ライブだけにいや、それはね、ま、あながち間違いでもないかもしれない。間違いでもないね。ないね、あながち間違いでもないかもしれない。ちなみに今日、何編をやろうかなって考えてて、全部で7シナリオあるんですよ、はい、オムニバス形式で、うんうん。あ、ドラゴンさん、こんばんは。あ、こんばんは、今日もありがとうございます。マンモスが落とすやつがめっちゃ強いっていうのを覚えてますね。あー、なるほど。なんかさっきマンモス出てきたって、ね、出てた、出てた、あれかな。そう、あれ。あ、キクテイさん、おばんです。あ、おばんです、今日もありがとうございます。じゃあね、今日の動画のタイトルは、ライブはライブをライブにしとこうか。おースタープ1、スタープ1で、ね、シナリオをね、どれからやるかっていうのが結構これ重要でも何でもなくて、好きなやつからやっていいんですよね。あ、そう、半熟はね、まだお楽しみですよいろいろ編があるんですよね。原始編、近未来とか幕末とか。この幕末がね、結構人気らしいんだけど。そうそうそう。で、僕はね、ちょっと最初に
なんだろう、この現代編からやっていこうかなと思って、うんうん、まあ、バトルシステムとかがちょっと違ったりするからその辺も見せられたらなと思ってて、なのでこの現代編からちょっとやっていこうかなと思います、はい、よろしいでしょうか。書いてみるか。よし、ただいま現代編をプレイ中。じゃあ現代編やっていきまーす。ちょっと読んでみて。世界に点在するあらゆる格闘技の本技を身につけ最強の座を手に入れようと野心をする、うん、若者の激闘らしいですよ。はい、じゃあ行きましょう。はい、ムエタイプロレスルチャ。ルチャってなんだ。コッポ、サンボ、ツモ、全ての格闘技の必殺技をその肉体で受け習得するのだ。よろしいですか。はい、なんか聞いたことないようなのがあったんだけど、うん、全然知らないのがあったね。悪党がなれば誰もが一度は夢見る言葉がある。世界最強に。そうそう、ランニングだね。要はランニング、あの敵の技を盗んでいくみたいな感じかな。習得、うわ、あっちょよ。掃除機かけたり足こっちにしちゃダメよ。頑張るわ。世界の頂点に立つか。俺これだって。分からん。あらゆる格闘技で必殺技を手に合う。しかし相手も格闘の世界に己の人生をかけている。ああ、いや、あんたの奥義を教えてくれと頼んだからと言って。みんな読めてるよね。大丈夫よね。誰もそんなことをしてない。ちょっと追いついてないから。俺とちょっとタイミング。やはり拳を交えてみなきゃ。自分の身をさらして相手の技を誘い出す他はないだろう。そうすれば戦いの中からきっと何かがつかめるに違いない。なんかバキっぽい。うまくいけば相手の技をものにできるかもしれない。あ、名前、あ、名前だって。どうしようか。これ何、そのこのキャラクターの何、もともとの名前。名前が高原、なんて言うの。ミッション、ミッション、ヒッション、ミカツ、ミカツ、ミカだ。まあ、このままでいいよね。デフォルトのままでいこうか。うんうん、あ、嘘。内容、ナレーションに気を取られて内容入ってこない。マジか。マジかー。キャラが濃い。高原、ふふふ。この俺の長世界に轟かそれと。全てはここらから始まる長い戦いの数々が教えてくれる。いやー。現代編最強。あ、言われてみれば バキ？そう、バキっぽい。お、このね、現代編っていうのは結局この中から、まあ、ストリートファイターっぽい感じかな。なんか変な人いるけど。変な人？みんな変な人だよ。みんな変だよ。誰から行く？対戦は、これなんかボスっぽいよ。ボスっぽい。これボスっぽいよね。これは最後に取っとく。でもこの人も結構強そうだよね。この人も。ね。この人もちょっと強そうだね。あ、じゃあさ、なんかこの人から言ってみる。その人。この人なんかちょっと弱そうだね。突然のヤーは笑い。フーラハン。ある超大国の特殊部隊において、すでによる殺人技の研究に取り組んでいる。人体の唯一。鍛えられない場所、関節を射るままに極める必殺技、アームロック、クロス、ヒールホール。フルハン、打撃など主戦は子供の喧嘩だ。私に触れればたちまちお前の関節を決めてやる。あー、待って、大きくない？待って、いきなり始まった。いきなり始まった。やばい。これちなみに言うと戦い方が
結果バトル形式っていうのを採用されてて、うん、自由に動けます。おー、でも単性でもあるから、あっ、でこれね後ろ向きだとねめっちゃダメージ食らうと、やばいじゃん。で、何する、何する、アイス小技多いよ、変わら30枚割りの威力だもんね。蹴り、相手の向きを変えられる。でこれね向きって結構重要なんだよね、うん、そうそう。あ、ま、マジかマジか、ちょっと待って、強くない？起きたー、なんか覚えてる。そう、こうやってランニングしていくの。待って待って、強くない？ちょっと待って、あ、動けなくするんだって、動けなくするんだよ。ちょっと待って、強くね？こいつ強くね？間違えた、人選間違えた。ちょっと待って、こいつ、あ、待って、動けないんじゃないの？ちょっと待って、動けないっていう約束じゃないの？ちょっと待って、待って、消え、消えためる、ほら、30、やめて、あっち見てていいの？やばい、これやばい、これやばい、これやばいよ、もうやばいじゃん、これやばいよ、もう一回回復しようぜ、もう一回回復しようぜ。そうだよ、約束してたのに。やばい、行くしかない、行くぜ、もう序盤かな。怪しい雰囲気ですよ。あ、アームロック動いた。あ、これ死んだな。強っ、終わった。ゲームオーバー。ダメじゃん。早い。こんなテンポで進んでいきます。アーメンアーメン。本当ね、強いんだって。ボロボロやんけ、本当に。本当強いんだって。ごめんね、終わっちゃった。これちなみに言うと、難易度は低い方です。この、嘘、この現代編。この現代編すっごい難易度低い方です。それであんなボロボロに、はい、あんなボロボロになりました。マスクを脱いだ筋肉マンサブじゃん。やべえよこれね、勝てるかな。ちなみにこれで勝てなかったら、うん、永遠これを繰り返すことになる。マジか。いや、背中見せちゃダメなんでしょ。そうそう、これがね、まあ練習というか、皆さんにねこんな感じですよっていうのを見せたかっただけだから。あ、そうなんだ、そうなんだ。そう、今からが本番です。本番ね、はい、これからが本番。いやー、むずこれ、むずいやね、ね、このシナリオごとに若干の難易度設定が違ってて、うん、若干ね、若干違ってて、まあ基本どれでも一緒なんだけど、若干違うので、その現代編ちょっと低い方なんだよね。うん、ナレーションに力の配分がね、配分がね。ナレーションにね、ちょっといっちゃった。ほら。ナレーションに力入れすぎちゃったね。入れすぎちゃったね。あー、2回目だって。あになった、ごめん。マジかよ。おいおい、ごめん。やめてよ。ごめん、進めてあげようと思って押したんだよ。マジか。どうしようか。じゃあ、いかがなんですか。ね、なんだっけ。こうやって感じ出るの。感じ出る。高原。マジでこれ見つけるのすっごいめんどくさい。本当だね。これかでしょ。あれこう。パック、ポー、キュー、ケン、ケツ、もっとそうだ、あー、ポー、ポー、ポー、あった、あったあったあった、あった、腹だ、腹だからもっとこっちか、めっちゃ感じいっぱいあるよ、やば、ケツ、ハ、ハ、ボ、ボだからこっち、
ある。こうでいいんじゃない。うん、じゃあ、いやもう赤だけでいいんじゃない。スータロって言ってやってくれてる。じゃあスータロにする。あ、じゃあ主人公の名前全部俺の本名にする。そうだね、全員一緒。スータロ、もう入れないのが本名。スータロ、スータロ、この俺の中の世界を轟いてほしくないよ。驚いてほしくないよ。さっきの強かったね。次かと、次かと、どれから行く。どれから行く。これさ、これから行ってもいいんだよね、多分ね。え、もう一回リベンジする。もう一回リベンジしようか。トゥーラン、スーさんの。そうなんですよ、これ僕のね本名、僕の本名ですよ。あ、斉藤さんこんばんは。こんばんは。今日もねありがとうございます。まずさ、じゃあこれで気合いためで、うん、ステータス上げるか。うん、来た来た、レベル上がった。レベル上げるか、もっと気合いをためろ。前に言ってたゲームですね。そうですそうです。最強と書いておすず、今んとこおとなしめ、波乱の予感。大丈夫だよ。本気でね、本気で、そう、本気出しますよ。ほらこれ、あ、あれれれれ、待って、強くない。普通にこの人強いよね。この人強いよね、だってバフ大事って、バフ大事だね。気合ためするか。バフでちょっと力上げていくか。最初これでいくしかないね。みんなこんな大きいの。あ、敵はね基本大きいです。耐えれてるね今回。いけるかな。少しずつ回復してるのかもしれない。お、待って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 、お、気合いためでちょっと耐えるしかない。少しずつちょっと耐えるしかない。10日しか来たんだ。あ、大丈夫です、食べます。お、ちょっと待って待って、やばい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 、俺が何をしたらいいんだ。俺気合いためしかやってないんだけど。ザ・スーファミって感じでいいですねって。今ね、今ねすごく冷や汗かいてる。反撃がねしょっぱいのよ。あ、待って待って、めっちゃ食らうじゃん。めっちゃ食らうよ。ちょっと待ってちょっと待って、俺気合いためしかやってないんだけど。レベル上がって何か意味あんの。あ、ジリジリとね。そう、うんうん、プランクの計算がね確かに激しいよ。激しい。いやもう全然効かない。わあ、いける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 。このままレベルが上がっていけば。なるほど。これレベルって本当にレベル上がってんのかな。自利品では。よし、ぶっ倒すぞ。よし、次こそぶん投げるぞ。助けてって感じ。助けて、助けて、助けてほしいよ。あ、でもね、これ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 が強いんだよ。これね。そう、13で君強い。お、これは行くしかないのか。スレさん、こんばんは。あ、こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。むしろ笑えてくる。これどうする、どうする。もう行く、行っちゃうか。え、行っちゃうの。え、行く。最強の座が遠すぎる。あ、待って待って待って、間違えた。やばい、起きて。待って、傷ついてるじゃん。
捕まえられた。わかった。入るわ。いけるかな。いけるか。なんか結構。あ、これヘビーブロー、これが強いんだよ。そうだけど。お膝ついてる。やっばいねこれ。あと12。え、最初こいつ無理なんじゃないの。この人じゃないんじゃないの。この人じゃないんじゃないの、もしかして。耐えろ耐えろ。いけるかな。あ、でもさ、ローキックでさ、耐えれるようになってこなかった、うん、違うか、別のやつかな、もしかして。ちょっとずつ回復していく。最初からこれすごい、すごいよね、ボスだね。やばいよね、これボスだよね、マジで。レベル1でさ、あんたは神田に攻撃技振りましょうって。あ、来たこれ。え、まだ？まだだね。あ、これ負けだ。強いよ。またあのシーンを見るのか。強いよ。やばい。強いよ。進まね。もう強いよ。そうだよ。ドッポに挑むしんどいよ。強いんだ。ドッポ？ドッポ、ドッポってね、あ、ドッポってあれじゃなかったっけ？関節技かドッポ。んー、なんかさ、合気道の人もいるよね。合気道のおじちゃん。やべえこれ強っ。ほら、小学校2年生がクリアできるわけないよ。あ、マジか。数十ターン耐えたらいけるかな。じゃあさ、別のやつから行くか。別のね。でもね、どれから？どれから行く？これずっとこれ見ないといけないの？あ、これ飛ばせないんです。飛ばせないんだ。そう、スキップできないんですよ。ちなみに、ちなみにちょっとさ、進まねえ。進まないっていうさ、現代編のさ、現代編のさ、なんか誰から行けばいいのかっていうのがあるのかな。え、ちょっと、いや、そんなないよ。そんなないよ。女性から行くの。なんか申し訳ないけど、女性から。女性から行くのか。あ、そう、渋川さんか。渋川さんか。これで。マジか。いわゆる時間がかかるのもファミコンらしさよね。そう。理不尽。理不尽。壮絶理不尽。じゃあさ、どれから行くかってことだよね。あ、これ高原勝って読むんだって。火に勝つって書いて。そう、火に勝つって書いて。勝。あー、なるほど。ですね、判明しました皆さん、はい、今、サイトを見た限りでは、はい、なんとですね、はい、弱い順に行きますね。弱い順ね、この人が一番弱いらしい。一番強そうなのに。強そうなのに。はい、この順。で、次がね、なんと、この人です。一番強そうなのに。この人、強そうなのに。この人らしい。その次、この人です。で、なんと、この人、強いです。この人強い。で、その後、この人で、この人らしいです。いやー、詐欺だよ。いや、詐欺だよ、これ。これ詐欺だよ。これ詐欺だよ。じゃあ、順当にこの人から行くか。日本古来から言っており、素手の殺人技、北方の伝承者、
硬い鎧を貫いて人体に内部からダメージを与える奉仕などの奥義を持つ北沢さん、浴びせげに通談ね、強そうなのにさ、ね、おそらく最強への道が開かれている突破逃げとかできるのでやばい、喉つぶれた。ほら、行くぜ。すごい。うわ、マジ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 。おい。動いた動いた。じゃあ通達使うか。ミスあんの？ミスとかあんの？気合貯めるわ。必殺気合ダメ。あ、レベル上がんなかった。もう不安もう不安もう不安。間違えた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 。操作ミス。え、めマジちょっと銃しか効かないんだけど。強さって HP 的な意味で、攻撃力的な意味で。そうそう、HP 的な意味ですね。でもさ、全然効かないんだよね。下の火力砲丸。ハルク砲丸、下のハルク砲丸は HP 512ありますよ。うん。きっと仮面ライダーがイヤンって言うんだよって。そう、HP がね、高い順で言ったらさっきの順だ。ほら、これはもう殴るしかないね。お、いった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 。いけるんじゃない？いけるんじゃない？通だ、通だ、やば。うわぁ。うわ、待って、マジ、ちょっと勝てないんだけど、これ。勝てるとは限らない。これもね、現代編っていうか、このゲームのさ、このシナリオの、うん、うわ、これやばいんだって。66これね、ちなみに方向指定があるんだけど、うん、最後からこう、あ、負けた。うよ、これなんでこんな強いの。ちょっと本当に現代編からいいの。じゃあ西部劇編からやる。いや、現代、でもどっちみちやらないといけないからね、現代編。進まねえ。進まねえよ。ちょっと待って、マジ強えよ。全然進まねえ。嘘でしょ。あ、でも、あと20。私がね。うん、だから。いや、マジ次やばくない。あ、やばいな。いや、ちょっと待って、気合ダメで耐えるしかないよ。最初から最初から気合ダメで。行くか。このゲームの、うん、このキャラに感化されて、あのプロレスラーグレートカブキが生まれました。嘘だわ嘘だわ。あ、倒した。あ、よかった倒した。倒した。一人目ですげえ嬉しい。やっと一人目。なんて読むんだろうね、わからんかった。あ、なんて読むんだろう。森部誠二。あ、日本出身。やったやった、やっと一人目。でもこれで負けたらさ、次で負けたらさ、え、またまた最初からでしょ。やば。これちなみにセーブできるのかな。恐ろしいゲームやん。セーブできる。やろうやろう。あ、よし、オッケーオッケーオッケー、よかった。リーさん、ニコさん、ありがとう。じゃあさっきセーブしとけばよかったね。オープニング見なくて済んだのにね。あ、そうか、うん、そういうことか。じゃあ次がこの人らしい。 HP がね、ちなみにこの森で聖司は HP120、うん、でこのグレートエイジャーってやつが HP240 らしい。メキシコルチャリブルのトップヒールエルエルリュードの技をマスターした日本人です。テクニシャンながらラブサッポウォーム外国ナスエクロ選手必殺技フランケンシュタイナ、トルネードプレス。どういうこと？
ャラも歌舞伎も、うん、国宝書いてある。へえ、歌舞伎も、歌舞伎グレート歌舞伎じゃん。あーマジか。あ、リングがほらプロレスっぽくなってる。最初から気合ダメ。これさ、初手気合ダメがいいんじゃない。イヤンで勝てるわよって。いや勝てるよ。イヤン。これさ本当に、あ待って、遠距離使ってくるこの人。あマジか、毒入った。あ消えた。気合ダメで消えた。気合ダメで消えた。歌舞伎に憧れて剣道まさきのレスラーになったんだよ。へえ、本当なの。まんなのし本当に一人も聞いたことないんだけど。一人もグレート歌舞伎も初めて聞いた。あ、来た来たいな。強い。え、やべえ、威力の攻撃打ってきそうですね。このキャラ、いや、打ってきたよ。待って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 、え、どうする。クーダ行く。あと一発食らったら終わりだよ。気合で貯める。ねえ、もう終わんの、一発で。だってさっきのなんとかフランケンシュタイナーで115食らってるから。 115? そう、やばいね。やばいの。後にこのキャラは、うん、バルログ、うんうん、バルログと名を変えて別のゲームに投げ込みをし、あ、嘘だったんだ。嘘です。そうなんだ。嘘です。それは嘘です。やはりレスラーといったら謎の切り札的攻撃ってイメージがありましてね。これもういけるんじゃない、いけるんじゃない。240でしょ。そろそろいけるんじゃない。うわ、来た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 。これやろ、謎の。あ、死んだ、ほら。うわと、向きがね、大事。向き大事。よかった、セーブしといて。向き大事だね、確かに。ちょっと、攻撃範囲と向きちょっと気にしながらやってみるか。まず気合ダメ。ちょっと来るのがね。あ、肉まんさん行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。じわるんだよね、この人。負けるか。ずっとね、背中くれたらいいのに。そう。でもね、気をつけないと。うん。これね、気をつけないといけないのがさ。おお、マジかよ、斜めから来るの。これね、横向きとか後ろ向き、うん、で攻撃しちゃうと必殺技連発してくるやつとかいるから。そうなんだ。そう、で、こう来てここから普通で行く、うん、お、ちょっとだけ、ちょっとだけだね、うん、多分。わ、これマジかよ。おお、マジか、回り込めねえ。まあちょっと死んでもいいか。うわ、マジか。ああ、いいえ、マジで。ちょっとこれどうやって戦う。強くね。やって勝つ。どうやって勝つんこの人。え、でもね、最初は多分あれだと思うんだよね。なんていうの、気合ダメなんだと思うんだよね。気合ダメをさ、やってステータス上げて。ね、広い子だよね。そう。遠距離してくるよね。ここだよ。
近づいたらやばい。まさか。ああダメか。いいよ、じゃあ通台行ってみるか。真正面から行った。真正面、逃げずにもう真正面から行ってみるか。240だから、なんかある、うん、4回当てれば勝てるはず。2ダウン多分。一回やっぱ気合いダメしたのはでかいかも、うん、え、なんでそれか忖度してくれるんだ。いけんじゃない？いけるんだ。ここはいけんじゃない？あ、いけんじゃない？あ、このHP240 っていうデータが嘘じゃなければ。これぐらいでいくんじゃない？大丈夫っしょ。あ、いけないいけないいけない。これ持った。この調子であの倒していかんと。倒していかんとちょっとね。進まねえ。1配信1シナリオになっちゃう。セーブオッケーオッケーオッケー。すずちゃんが挑戦するゲーム決めてあるの、うん、って。すずちゃんが挑戦するゲームって何かあるっけ。いや見てないね。あ、ありがとう、ありがとうございます。よし、じゃあ次この人ですね。次この人、この人はナムキャップさんだって。大衆出身、 HP256、平成のしなやかさの中に秘められた切れ味の鋭さの時に無栄隊の頂点に立つ若き闘士。この人女性じゃないじゃん。え、嘘。あ、女性じゃない。女性かな。あ、技覚えなかったね。そういえばフランケンシュタイナー。もったいない。もったいないけど、もう それどころじゃない。あれだって結構強そうだったよ、あれ。確かにフランケンシュタイナーね。いけるかな。僕にはって言ってるよ。男じゃない。あ、男だ。いや、旅。あ、あずきっこさん、こんばんは。今日はね、ライブアライブやっておりますよ。今ね、苦戦中。あ、ねえ、男性だった。マジで、やば。あ、ね、覚えた。これやば、めっちゃ食らう。ここ移動して通打いくぞ、通打。うわー、いいじゃんいいじゃん。お、反撃技持ってんの。来た。ワンチャマキック。待って、それはやばいって、それやばいって。ワンチャムキックってなんだろう。なんだろう、見たい。ここは多分大丈夫じゃないか。やばいやばい。ついてくるついてくる。ほら。これ多分負けるわ。嘘。おそらく負けるわ。この感じだと。ほら、で飛ばされるでしょ。あ、ここにいればいいんじゃないの。これだけでいいんじゃない。いいじゃん。あ、これいいじゃん。パターン入ったじゃない。パターン入ったんじゃない。来た。あ、スズランさんで見えない。スズランさんで見えないよ。仕分けね。あ、来た。あ、倒せた。いいじゃん。アンジャマキック見たかった。見たじゃん。見た。反撃技、うん。あれ、武器で手に傷をつけるよ。決めて初めて。うん、ね、めっちゃボコボコされてんじゃん、顔。顔めっちゃボコボコやん。これ戦った後なんだ、顔。あ、戦った後。で、パクッといったね。いったね。やっぱさ、エリーさんが言うようにさ、範囲大事。範囲大事。範囲の見極めるの大事っぽい。ほんで次が？次はね、あー、来たね。トゥーラハン。ナレーションがさ
たよ、トゥーラハン。リベンジ、リベンジ。リベンジ、いけるかな、トゥーラハン。打撃など、所詮は子供の喧嘩だ。私に触れれば、たちまちお前の観察を決めてやろう。だから、近づかれたらダメってこと？いや、観察を決められちゃうんじゃん。待って。来てる、来てる、来てる、じわじわ来てる。行くか行くか。パンチャム、パンチャムキックじゃないや。スパイラルに行くか。スパイラルに。おー、いいじゃん、いいじゃん。うわあ。これ、あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、ダメだ。これ離れないとダメだ。一回食らったから覚えて。そう。アームロックだっけ。もういいんじゃない、いいんじゃない。でさ、これ通だやっとった方がいいよね、多分。あ、届かない。あ、じゃあ届かない。これか、これで。で、ここで、うん、通だを入れて。うんうん、で、おお、来た。アームロック、いいよ、いいよ、全然いいよ、アームロック。お前だ。あ、すごいです。で、お、いいんじゃない、いいんじゃない。お、いいんじゃない、いいんじゃない。ここ確か空いてたよね。あ、通だが使えない。あ、腕やられてるからか。なるほど、そういうことか。上のマーク。うん。こういうことか。スパイラルに行くか。あー、なるほどね。足も。来た、うわー、来た。あんだけ苦労したのにいけたー。よかったよ。顔ボコボコじゃんか。顔ボコ、いや、ダメ、見なさいよ。怖いよ素敵な距離感え、次が誰だ、次誰だ。全部カールのおじさん。だからカールのおじさん、この人カールでいたんだと。ちなみにこの人ね、ハワイ出身らしいから、ーカールのおじさんではない。え、じゃあこのマックスモーが行くか。この人かっこいいよ。イケメン、イケオジ、イケオジ、あなたの好きな感じ。アメリカマット界一番の男、ハリウッドでもスタートして名を馳せる。やっぱそうなんだ。いたか、マサルゲ、福山のウサギ教える。あ、高原です。僕高原です。いると聞き、闘争心に再び炎が飛ぶ必殺技、マックスボンバージャーマンスープレックス。聞いたことある。本当に、あるある、プロレスだよ。うん、あ、本当にない、この技。あるよ、ジャーマンでしょ。うん、あるある。投げっぱなしもある。投げっぱなしジャーマンスープレックス。へー、どんなもの使ってくるのかな。プロレスだからさ、さっきのあれと似てんのかな。いや、派手だね。派手、アメリカだからじゃない。うん、来た。うわぁ、通だじゃん。来た。ほらほら、下がれ。私もうちょっとあのレゲエの神様っぽいの想像してた。あ、マジで、うん、どういうこといや、見た目がなんかほら。あ、見た目がね。あ、待って、なんか派手な技使ってんだけど。あ、ボンバ、覚えた。いい、行くぜ。で、この人でもさ、強いんだよね、多分。うんうん。512。そう、512与えないといけないんだけど。あ、通話の方が良かったかな。あ、これ近づいたらダメだ。あ、しびれる。あ、これ強い、この人。めっちゃ速い。あ、この人、あれだ。ちゃんと本当に、ゴリ押しではいけないわ。考えないといけない。その人考えないといけない。でも一回技を食らっとかないと、やばいから、うん、技を覚えないから。いや、この人強いな。あ、でもね、動きが遅い。さっきの、なんだっけ、
関節技決めてくる人、うん、に比べると動きは遅い。遅いとかあるの？ある、どれだ、どれがいいかな、気合い決めるか。落ちてる。これ1個離れてもさ、多分ダメなんだよね。クーダで1回ケータ下げとくか。あ、レベルしか下がんなかった。うわ、強い。マジかよ、強すぎ。これコンボ技なんだよね、多分。よし、覚えた覚えた。よ、ちょっと逃げる。これでいけるんじゃないの？あ、ダメだ。うわ、ゴリ寄せる？ゴリ寄せる？ノーキンゴリ押しできる？一番のおじさん。いけるかいけるか。わ、これダメだ、ダメだ、ダメだわ。アームロックで、お、あーっと、一発でいける？いけないよね、多分。計算してたの少し。おお、おお、おお、いけたいけたー。ちょっとまぐれっぽいけどいけたね。ちょっとまぐれだったね。日高め、めせ、あ、高へれめせる1番、モガン2番。なんで日高って言うんじゃんの。わかんない、のりこさんが好きだからかな。そのおじさんが一番強いんだから。え、嘘でしょあ、このおじさんが一番強いらしいから。このおじさん、このカールのおじさんだよ、次。やば、この人、この人ね、体力576ある。いや、マジか。ガチのアクセボンバーで猪木を失神させた試合はあまりにも有名。へえ、そうなんだ。なんとかモー、モーガン。あ、ってこと？さんが？ってことかな。ジャッキー・イヤウケア。言いづらい。言いづらい。最強の呼び声も高い相撲。相撲なんだ。あ、あった。その角界で実力ナンバーワンと言われたハワイ出身の力士。あけぼの。あけぼの。そう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 。ね、横綱になる夢を果たせなかったため相撲を捨てて異種格闘技の世界に飛び込む。アロハリテ。もうあけぼのみたいだね。ね。ね。あけぼのっぽいね。実力ならジャップなんかに負けるはずないね。あ、ジャップってもしかしてジャパン？わかんない。言い回し、おお、なんか背景がハワイ、ハワイだ、ね、嫌いじゃないね。負けぼの、違う違う、負けぼのこれどんな技使ってくるんだろう。自分だからやっぱ近距離かな。で、2、届かない。ボンバーも届かない。あー、なるほど。アロハリテアロハリテこれで1個近づいてくれたら。どれが使うんだろう。これか、これか。正面から行ってやるで。あー、これなんか怖いな。通達しとく。とりあえずステータス下げようよ。おお、やばいやばい、やばいよ。お、吹き飛ばしか。来た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 、いえ、やるねやるね。アームロックしたから、これボンバー使ってみるか。
このキャラにヒントを得て、うん、エドモンド本田が生まれました。違います違いますよ。誰よ。ストリートファイターです。ストリートファイターどっちがさ先なの、うん、ゲームとしてストリートファイターじゃないかな。ストリートファイターが先、うん、この現代編が、はい、そのストリートファイターのオマージュだから。そうなの、うん、これそうそう。おいいね、アームロックいいね。スズランさんで見えないんだよね。俺が見えないよね。そう見えないね。そんなとこに置くからだよ足を固め動く。これ、これか。ブーブレークス。今英語出るもん。あー、そう、そうだね。お、来たー、倒したー。うー、来た。あ、朝倉さん。さん、こんばんは。こんばんは。今日も、あ、今日もじゃない、いや、初めましてかな。初めまして、ありがとうございます。ありがとうございます。レトロゲームをやっておりますよ。あ、ここに書き込んでもいいですか。はい。すごい、セーブセント、あ、これでね、ラスボス、このシナリオのラスボス来た。これこれ、この方、この方ですね。強そうやん。最初の苦戦は、最初の苦戦はね、あの戦う相手を見余った僕の若さゆえの過ちですこの時代、各メーカーは使用のキャラもパクリ合いの戦国時代。へー、ヘヌルイズ、高原マサル、謎の男、ある程度の雑魚に勝ち、奴らの技を得て最強になったつもりだろうが、それはお前だけではない。俺は奴らにきっちりと刺してやったよ。フルメウレ、へへ、エベッチルイガキのナムキャ。ナムキャットって何？あなたが女の人って。結構だけのルッチャヤブ、関節技だけの、あ、所詮はウドの大学のイケウケヤブ、同期に過ぎる。そして森部、ジジ。ひどくない？森部さんだけジジイはひどくない？ひどいよね。ドイツも自らの弱さを知り、お前の名を残してない。倒した者の名を、命。命を立てずして。死ぬ勝利はない。俺か、俺こそが最強、ボディーオブライトだ。なんか言ってやれよ主人公、なんか言ってやれよ。かわいそうだって。あ、てめえ、てめえでやってることは格闘技じゃない。ただの殺戮だナムキャットの足技、グレートエイジャーの飛び技、アンの関節技、ジャッキーの力、ムーガンのパワー、モリベのじいさんの奥義が。なんでモリベ？わかんない。モリベのじいさんとだけなんかさ、こう親近感湧いてんじゃない？ああそしてこの俺の怒りが、てめえをぶっ潰す。嫌な予感する。来たー。ガルシム来たーって。え、マジ、ちょっと待って、怖いんだけど。あ、ちょっと待って、タイム。リペタイム。リペタイム。タイム。守りたい、守りたい、この笑顔。誰の誰の誰の守り顔。さっきのオデイオの。コロコロされてたね、さっき。そう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 。ああ。あ、ダルシムじゃない。ワンターレン。ワンターレン、ワンターレン。よく知ってるね。ちょっと待って、ね、これどうしたらいいのかな。気合いためで、ちなみに、ちなみに HP832 あります。出身不明、不明、ユーファも不明で、変化サップ。あ、待って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 、そんなことすんの、すごい負けそう。うるさいよ。うるさい。のけぞって何が悪い、のけぞって何が悪い。ほらー、あ、これアピックしたかね。ここで何か使ってくるのかな。膝出してるから膝攻撃しろって。
強っ。待って待って何を言ってらっしゃるの。これが一番強いんじゃないの。うわマジです。なんかうわ強っ。これ勝てんの。早かった。ウズちゃんワンタン麺じゃないよって。ワンタン麺って言ってないよ。ワンタン麺って言ったんだよ。滑舌悪いんだよ。これあこれちょっといろいろ使いながらいかないとまずいね。ここってさ当たったっけ。あミスった、うん、あやっぱ膝なんだよ。膝出してるじゃん。違うって。ここにさいたらさ別にそこまで食らわないんだよ、うん。はいはい。これこのまま殴り合いってたらいけるんじゃない。俺もやられるかこのまんまやったら。うわ当たらんねえ。一歩下がってで一歩下がる。ああ、ま、さっきと一緒のパターンか。あーマジか。範囲に入っちゃうな。範囲吹き飛ばすか。吹き飛ばし。あいダメだこれ。1個吹き飛ばしちゃうとやられちゃうな。ってことはねどうするか。これかな。足技を封印するか。あ封印できない。足技待って。あー足技封印できないわ。負けた。これ負けるね。うわこれどうやったら勝てんの。うわーこれマジか。最強とは人を殺せるかどうかで決めるのだ。あーマジ強え。今ボスだ。これボスだわ。まず気合ダメでさこうするでしょ。で1個下がるでしょ。近づいてみるか。あマジでこれ強い。どうしたら勝てる。後ろ回りたいんだけど。いや何をすればいいかがわからんね、これは。行くか？これで。どっち足がいい？どこ足がいい？どの足がいい？こっちやね、左だ。こっち？こっち。おら！つま先じゃ。ほら、めっちゃね、範囲がね、広いんだよね、この人。これで勝てる？何気がすんだよね、これで。うん。でもね、これ多分こっちが2回行動したら1回行動すんだよね。あうん。こう後ろを取ろうとしてったらね、多分ねやられちゃうんだよ、ね。あ、いけた。おお、いいじゃん。一気に食べるわ。うん、あー捕まった。これおいおいおい、なになに回復した。あいつやめろよ。回復なんて卑怯だよ。おー背中入れずに入って。おーちょっと待て。おい逃げてる。あ、見えた。これ見えたんじゃないもしかして。あ、ダメか。当たるのか。あ、捕まる。マジか。これどうやったら勝てんだ。バフ高めて。あー、ここ。か。これだって近づいたらダメなんでしょう。
ほら、あ、あ、でもさ一箇所だけ開いてんね。うんうん。でもあれをさ、後ろどうやったら取れるの。あー、なるほどね。これはさ、考えないとまずいね。これ一個近づいたらこれが来るんでしょ。わ、これむずい。いやー、これどうやって勝つ。これどうやって勝つ。これどうやったら勝てる。後ろのさ、後ろ一箇所空いてるところを、後ろを取り続けないといけないのかな、もしかして、うん、後ろ、あ、目か。これで回し蹴りして、うん、向き変えるか。本当だ。おお。え、話が違う。話が違う。あ、飛ばないね。あ、わかった。これ一個下に下げないといけないのか。ステータ下げるか。あ、これそっか。じゃそれでいくか。あ、見えてきたね、戦い方。いい感じ。あ、分かった分かった。これいけそうな気がする。次でいけると思う、多分。本当？うん。あ、分かったの。分かったぞ。オッケーオッケー。多分だよ、うん、多分ね、1個下がって、あ、間違えた。下がってさ、こいつを1個下げて、うん、下がってこないか。下がってほしいんだけどな。下がった。下がった。で、ここから、うん、ここからね、多分ね、後ろに回るんだよ。うん、うん、いける。ここから、うんうんうん、回って、うん、届く、あ、届くんじゃないか。いけるかな。いけた。あー、オッケーオッケーオッケー。あ、でも、ちょっと待って。あー、おっせい。どういうことよ。どういうこっちゃよ。え、じゃあステータス下げるか。なんかさっきのさ、回し蹴りとかでさ、向き変えるのがさ、なかなかいい感じだったんだよね。ここにして、お前向こう向けや、この向かせて、うんうん、うわ、マジ強っ。で、クーダでステータス下げる。これが強いんだよ。上に登る。おお、いいじゃん。で、回し蹴りで、お、ちょっと向こう向け。向こう向け。お、目つぶしや金的かなとかはないのか。ないよ。あ、積んだ。マジか。積んだわ、これ。積んだか。あ、これ積んだんじゃない。そう、多分これでもう一回、うん、あ、これね、あそこに入らないんだよね、多分。あー、ちょっと待って、マジか。強い。えー、
どうするどうするどうする。まず基本に戻ってバフかける。まずバフかけるでしょ。もしかしてさ、現代編でこの人倒したら終わり？終わり。この人この現代編のラスボスだよ。え、終わりなん？そうだよ、現代編はこれで終わり。これで終わりだよ。早い。そう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 、早いの早いの。これで終わり、現代編。でも倒せないんだよ倒せないんだよ倒せないね。考えろ考えろ、どうしたらいい。みんなどうしたら勝てんのこれ。あ、スバルさんこんばんは、今日もありがとうございます。これどうやったら勝てんの。バフかけるのもさ、一個進んだらダメなんだよね。私とスー君はフュージョンして、操作はスーさん、コマンド選択はスズちゃん、ラッキーパンチで勝てるのかなって本当適当だなそう、ストリートファイター風なんだよね現代編は。だからね、うわ、うわはいはい、やー、はいはい、どうやったら勝てる。向き変えるのは大事だと思うんだけど。そう、向き変えるの大事だと思うんだよね。この野郎、もう一回したら、もう一回したらあっち向かないのさ。どうなんだろう。通打が決まればかなり有効そう。通打を決めるまでがさ、どう普通にやっていいのかな。真正面から。真正面から。正面突破してみる。いっちゃう？めっちゃ食らうんだよね。強すぎる。強すぎるんだよ、このディオ。通打言うと軽いな、なんか。通打で、これめっちゃ食らうんだよね、これ。うわうわ、ほら、めっちゃ食らうの。やっぱ向きかな。向きかな。あれ？何もやってこなかったの？え、なんでなんで？あれ？やってこないじゃん。どうした？なんでなんで？どうした？でもこれでやられるわ。一回で食べるか。あ、いやいや、何度でもコンティニューできるのは、あ、有利ってことかな。有利、うんうんうん、私はあの弁護士が怪しいと思いますねどんゲームだよそれ。それはちょっと前じゃないかないつの話してるのえー、気合いためが最初、気合いためて離れて、気合でためて、これで実質ゼロでしょ。 OK、 耐える。オッケー、耐える耐える耐えていこう、耐えていこう。ステータス上げよう。初手はバイクでしょ。これってさ、初手はね、バイクはね、そうなんだけど、これにバイクっていう概念あんの？向きを変えたいんだけどな。あ、ま、待って、やばい、これやばい。気合ためろ気合ためろ。うわ、マジかよ。
これはマジで勝てないよこれ多分、ね、このさデスサイズがすごく強い。だからこの半径じゃないけどここのさボスの隣1マスにいるとちょっとやばい、うん、これも何マスとかなんかね多分足かなんか やられてんじゃない。こいつ足技が主体になるのもしかして。そうなんじゃない。やっぱだそうだよ。だって足すごい落ちてる。足をすごい強調してるんだよ。そこ、うん、これで回復するのか、うん、じゃあさ足固めるから。あダメか。足技で固めたらさいけんのかな。もしかして高田信彦が名前の由来になっているの本当絶対嘘だよ。え待って斉藤さんこの人の名前知ってる。俺ちなみにこの名前の由来は知ってる。このボスの名前の由来。あそうなん、うん、足これ固めていくか。これ固めていこう。固めて。ああ、足が止まらんか。あ、ミスるかいやー。わ、ミスるかい。あ、これは違うのか、じゃあ。初手まで合ってたのかな、じゃあさっき。実在する格闘家の漢字を1文字ずつ取ってるらしいです。え違います。違うこのオディオブライトは違います。ダメですよここで嘘を言うのはダメですよ。相手の射程外からの攻撃はないの、うん、ね、ありはするんだけどすぐ詰められるんだよね射程外。あ間違えた。間違えました。主人公の方でしたって。あそうなの。主人公はそうなの。主人公はそうなのかもしれない。あそうなの。うん。あ待ってこれやっぱ初手あれじゃないの。気合いダメじゃない初手これ。このままもう殴り続けるか。俺は殴り続ける。結局そうなるよ、ね、もう俺は殴り続けるもう俺は殴り続ける。いやでもねこのまま行っても多分勝てないんだよね。そうだね。ああ。どうしようかね。いや何かうわミス出ると怖いな。あダメだダメだバカタレバカタレやられた。何かあるはずなんだよね勝つ方法が。確かに。あ出たよし倒し方見るか。よかったわ。いやこれ勝てんって。これどうやったら勝てんの本当に。逆にちょっと待ってね。このちなみに言いますね、オディオーって書いてやったのを覚えておくと後ですごくゲームの深みが増します。オディオー、オディオこの人の名前、オディオー。ハゲてる人。ハゲてる人。えぇー。でしょ攻略解放しちゃう。そうだね。攻略解放しないとこれいけないね。早かったね。これは。
はい、1回目からもうこうやって見ます、ね、いや、この倒し方がさ、いや、あまりにもさ、もう進まなすぎるからさ、どう倒せばいいの？みんな知ってる？みんな教えて、こいつの倒し方を教えて、じゃないとね、俺多分進まない今日。終わんないね。終わんない。今日ここから終わんない。うん、もうこの人倒せば現代編が終わる。終わるのに。これは強すぎるよ。どうやったら倒せるんだろう。斉藤さんが、私はすでに攻略を見ています。すみませんって。あ、マジか。ちょっと待って。この、来たぞ。来たらしい。ここやん。ここやん。ここで？どうだった？浴びせ蹴り？これ浴びせ蹴りって覚えてないんだけど。ツーダで行くしかないんだよ。ツーダ届かないんだよ。浴びせ蹴り？浴びせ蹴り覚えてないかな。ってことはやっぱこれスパイラル2ってこと？で、ここ来て、あ、ここで2だ？これで2出して、マジで、ちょっと待って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 、本当にその位置でいいの？待って待って、バカタレ。これで飛ばすのかな？あ、浴びせ蹴りおじいちゃん。おじいちゃん。で、ここで、スパイラル2か。おじいちゃん大事やん。おじいちゃん大事やん。え、おじいちゃん大事やん。ねえ。あの、バカにした、おじいちゃんバカにしてたけど。来ましたね。この人。飛ばす？飛ばして、あ、飛ばすと一旦かかっちゃうのか。でも。で、ここで、またこれ、これ。あ、待って、ミスか。ミス痛いな。ミス痛いな。ここ？あ、まあ、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。うわ、これきついね。ここで、飛ばすか。これ。ミス。終わらない、終わらない。あ、強っ。もしかして浴びせ蹴りないとやばいね。いや、それはないと思う。そういうことではないよね。それはないと思うよ。じゃ、ね、それありきだったらもうこれクリア無理じゃん。無理クリア無理になっちゃうから、そうじゃないと思うんだよね。うわー、強っ。これ俺のさ、立ち回りがダメなのかな、もしかして。うん、立ち回りがダメで、もしかして立ち回り次第ではいけるってこと？攻略見た限りでは、うん、浴びせ蹴りで敵の向きを変えて時間稼ぎをするんかなって。あー、いや、そうじゃ、浴びせ蹴りを俺持ってないから、そうじゃない倒し方を見つけないと勝てないってこと？敵の向き、あ、敵の向きを変えるじゃん。うん、敵の向きを変えながらやっていく感じになる。時間を稼ぐか。浴びせ蹴りない状態で、やっぱさ、その方向転換させるあの蹴りないかな。だからないのかな。うん、極力アクロ
あ、DDT を食らわないこと。あれ厳しいもんね。あ、始まる。よし。やっちゃるぜ。やっちゃるぜよ。いけるか？極力。めっちゃ攻略見てます。その割には教えてくれない。その割には。で、ドゥーダも入れないとダメなのか。ってことは、時に斜め下1マスにいるとアクロ出してくるから場所を真横方面に、うん、真横ね。真横ってどこ？ここ？ここかな。敵の真横？それとも画面の真横かな。ドゥーダして。これデスズ5、これも強いんだよね。お、来た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 。これで足技がなくなったはず。お、いいぞ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 。あ、このままいきたい。このままいけるか。画面正面で敵の右側。右側。あ、これでいいのかな。移動しない方が良かったかな、もしかして。アクロがなければまあまあ雑魚っぽいんだ。そうなんだ。そうなん。全然雑魚じゃないんだけどね。めっちゃ苦戦してる、ね。めっちゃ苦戦してるからね。ラーマンスープレックスでマギーだとかデバフが大事なのかな。麻痺ある。麻痺ありか。確かに麻痺は大事だ。じゃあジャーマンこれいくか。うわー、おーおーおー、来たー来たー、やったやったやったかった、来たー。それはカレーが影響してるかなって。いや、勝ったよ。勝った。あずさんも肉まんさんもありがとう。ありがとう、勝ったあオーディふじゃねえわ。こっちどんだけ苦労したと思ってんねん。アツバルさんもありがとうございます。あ、おめでとう。エンディングだ、やったー。なに、私に比べれば大したことなかったです。そうですね。おすずさんに比べればね、こんなの雑魚ですよ。そうな。そうそう、この戦い方を教えたかったです。嘘つき。うるさいわ、これからだ。本当の最強への道は。この難しいのがあといくつも残ってるのか。笑えない。あと6個残ってるよ。次から次へと俺のようなやつが現れる。最強のためには自らの命すら厭わんと。俺やお前のようなやつらがな。それでもお前は人間でいられるかな。マジか、俺人間でいられるかな。あいあいさん、ありがとう。ありがとうございます。いやー、クリアしましたね。なんか夕日に向かって。高原マサルだな。ナレーションの配分抑えて戦いに残していこう。はい、ありがとうございます。お前を倒せばこの俺が請求で。なるほど、繰り返されるってことか。自分がそうしてきたように、うん、そういうことか。自分もその対象になっちゃうってことね。じゃあ強そうやったよ、さっき。ゴリゴリだったの。現代編は純粋にバトルの上手さが求められますね。浴びせ蹴り。いや、森部さんは森部さんとても大事だよ。大事でしたよ。森部さん、コキだって。コキじゃないよ。コキいた。グレートイージャー、フロンティンステイのトルネードプレス。これ何も覚えてないの。あ、
い話ですねってなんかサイトさんが言うとあれなんだよな、浅く聞こえんだよな、なんだ浅く聞こえんだよな、なんだろうな、ナムキャットって名前がなんか好きかもしれない。いいやいいよね、ナムキャットムエタイっていいよ ね、いいね、うん、かっちょいいね。ここでさ、うん、あの大ドーンとかしないと。これはもう好きなやつ。あ、そっかそっか。なんだっけ。いいよ。トゥーラハン。トゥーラハン。トゥーラハン。これね、音楽がいいんだよね、ほんと。ほんとだよね。うん、ほんと音楽いいんだよね。これ現代編なんだけど、今からね、やっていくシナリオの BGM もね、ぜひ、すごくいいですからね。これでほらもう1シナリオクリアしたから、うん、ああ現代編クリアできてよかった。バトルのノウハウを生かしていきましょう。はい、頑張ります。先生がいる頑張ります。次と結構ね短いシナリオがこうやって短編だったり、長いのは長くあったりするんだけどね。これはさ、何このエンディングもストリートファイターっぽいの、うん、あそこまではちょっとわかんないな。ディオーディオーBGM いいよね。あ、終わった現代編。いや、よかったよかった。ちょっと今日終わんないかなって思っちゃったもんね。ちょっと冷や汗かいた。書き込みます。うわ、終わった現代編。いや、よかった。もう一個ぐらいする。もう一個いける。もう一個いけると思う。えいやーいいね。ちなみにボスの名前がオディ、うん、オブ、うん、ライトだったっけ。オディライオディオっていう名前なんだけど、さっきのボスね。そうそう、これ覚えておいてくださいね。あ、はい、はい、これ覚えておいてください。次セーブ編しようかなと思います。入ったのか、うん、忘れる。そうそう、名前覚えてて。この現代編のラスボスの名前、オディ・オー。あの、ゼロ、あの、オー、うん。アルファベットのオディ・オー。次、セーブ編してみる。あ、現代編はレベルアップみたいな要素がない。そうそうそう。ある意味難関ではありましたね。レベルアップがないんだよね。オー、アメリカ大陸、西部開拓時代。そうなんですよ、西部開拓時代なんですよ。放浪を続ける、うん、お尋ね者が、うん、無法者たちに脅かされる、うん、サクセスタウンに訪れると罠の材料を探し、町の人々と協力して仕掛け、無法集団クレイジーバンチの襲撃を迎え撃つのだ。迎え撃つのだ。はい、罠あの罠、いいね、なんかいいね。これもね、面白いよ。いいね。ここね、多分ね、肉まんさんとか好きそうだと思う。おー、あずさん、あずさん、おやすみなさい。ありがとうございます。ごめんなさいね、現代編であんなに時間かかって。本当だよねでもこんなゲームです、うん、オディオブライト、オディオブライト、オディオーって書いてオディオブライト。なるほど、うん、めっちゃ銃使いそうな変だね。そうだね、そうやってきましたよ。ボビーヨロコンっておでおでおでオブライト、クリスタルバー、いいね。俺現このさ、セーブ編、うん、その小学校2歳ぐらいの、あ、2歳じゃない、小学校2年生ぐらいの時にやったって言ったじゃん、うん、その時にめちゃめちゃ好きだったのがこのセーブ編。おー、あ、てか最初にこれイラストレーション、あの、紹介してくれてるじゃん。あ、そうだよ、漫画家さんの。あ、本当に。うん、ちなみにさっきの現代編誰だったかな。現代編はね、現代編は、現代編の作家さん誰だったかな。あら、待って待って、あれ、うん、現代編の作家さんがね、現代編のキャラクターをイラストを描いてる方が、あ、どっちだったっけ、あ、忘れちゃった。あ、そう。
はい、興味がある方はぜひ調べてみてください。あの面白いですよこれ。小学館コロコロコミックとコラボレーションしてて、うん、キャラクターデザインキャラクターイラストかを、ね、有名な漫画家さんが描いてるんでね。え、あ、なるほど、バックトゥーザフューチャーね、好きだったな。マスター、こいつを貼っといてくれ。マスター、新しい手配書かい。やれやれ、やつらだけでも物騒なのに。あ、いいねこのドットな感じ、かわいいね。うん、いい。なになに、皆川さん、皆川亮二さん、各シナリオのイラストレーターは当時のサンデーとかでやってた漫画家の方と豪華も豪華ですね。豪華です、本当に見てみてください。サンデーね、サンデーいいですよ、すごくいい。あ、サンダウンでしょ、ヒットサンダウンヒットか。ここもね、あ、いいね BGM、 おいい、セーブ、あ、いいね。稲川淳二と名前がすごく似てる、似てないよ、稲川亮二。私も今ごめん、おじいと同じこと思ってた。あ、マジか、マジだわマジか、いいねいいね、セーブ編いいでしょ、よう、しばらくだな。あれ、あなた誰、こんな顔するんじゃねえよ、あんたの逃亡生活にピリオドを打ってやろうってんだ。感謝されて叱るべきだと思うんだがね。抜きな。かっちょよ。何抜きなって。銃をってこと。あ、銃。この賞金稼ぎ、マッドドッグ様。あー、マッドドッグとかありがち。名前。ありがち。丸腰のやつを撃っちまうわけにはいかんね。かっちょよ。この BGM だけでかっこいいもん。これで何度目かね、あんたとやり合うのは。でもさ、お互い銃抜き合って生きてんだったら、お互い大した腕じゃないよね。今じゃ恋人同士のような記載するぜ。勘違いですよ。だがそれも、今日までだ！あれ？あれ？おら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 、あれ？いきなし？すずちゃんと感性が同じなんだよ。同じなんだよ、嬉しいやろ。アイテム、あ、ないな。アイテムない。戦う。シングルショット。ダブルショット。ラッシングだって。わかんない。フォローポイントだ。ウビト同士ですって。これダブルショットとシングルショット。何が違う？あ、ちょっと短いのか。ここ。西部開拓時代のイフのあだ名がマッドドッグだって、うん、あー、そうなんだ、これあれ、バックトゥザフューチャー、あー、バックトゥザフューチャー、うん、あ、勝ったの、勝ったの、一発当てればよかっただけだって、うん、だけにしげって、いや、なんでいつも俺をやらねえ、あ、そうなんだ、そういうことなんだ、あ、そうなんだ、だからか、だから生きてんだ、お互い。なるほど。ああ。あ、言う、そう。なるほど。まが。てめえ、アイバ、ゴールドの手綱を打ちやがったな。アイバ。ええー、で、ま、待って、かっちょよ。かっちょよ。ねえ、早打ち勝負だったのかな、さっきの。どうなんだろうね。戦闘システムがシナリオによって少し違うんですね。あ、そうなの？ぽいね。ぽいね。あ、ラーニングとかないからね、戦闘システム。ね、うんうん。乗ってる馬は国王という名のポニー。ポニーか。ポニーかわいいね。町か。あ、さっきの町だね。放浪。いいね、西部編、放浪。バキューンがいいね。バキューンがいいね。わあ、懐かしい。懐かしい。ここちなみにこの街の中しか移動しません。うん、この、うん、このま、この
西武編、西武編、うん、へえ、ここの中しか移動しません。なんでいつも俺をやれねえ、つまり恋愛漫画的に言うとどうしていつも散らすのそうなんだそうなんだマジか。まあね、恋人同士って言ってたもん、言ってたもんね、恋人同士のような気もする、絶対違うけど、こんな時代にまで賢者放浪があってあ、あれかし、あ、音楽、え、かわいいいいね、え、かわいい、なんだっけ、ベース、ベーサメムーチョーじゃない、まるでイタブーチョー、そう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 、そんな感じや、バカあ、俺そうか、俺ガンマンっていうかさすらいだからちょっと静かになったんだ。いらっしゃい、何をお飲みで、それともお食事ですかな、おだ、お代はもちろん結構。おら、これなんかさ、ワンピースの最初頃っぽいね。あ、マスターいつものだ、シャカシャカチャカチャカ可愛かった。いいね、ドミンゴ三兄弟、ドミンゴ三兄弟なの本当にこの3人3人本当に兄ちゃんミニー連れてね、そこは俺の指定席なんで、ヒーヒーヒー、次つってんだよ、やめて、あ、女性かな、女性、おお、いるいる、バーに1人はいるよね、バーの娘さん、行くわんての指定席なんかじゃないわ、お金を払わない客なんてこっちから願い下げよ、待ってたぜ兄ちゃんよ、兄ちゃん、兄ちゃんなんだ、あ、兄やめろって、うるさいね、なんだあんたら背中に叫んでんだ、お持ちかい、ウェインこれ何だ、これ何、どういうこと、どういうこと、どういうことウェインいきなりヒャッハーの雑魚加減がスーさんマジで、 ありがとう、ね、ヒロインかな、ヒロインかな、俺雑魚役させたら天下一品だった、天下一品ジェンメクリントデゼール立派だね、名前だけかい、あー、みんなの名前だよ、名前だったんだ、なるほど、ウェイヘッヘッ、アリお前はいい女だ、気の強いとこも俺が飲みだ、どうだ俺の女にならねえか、ふざけんじゃないよ、あ、あ、やる、痛そうやった今、てめえ男の顔に手をあげたな、ダメなの、下手に下手に出てりゃ突き上がりやがって、やめろ、おお、うん、坊主、うん、ビリー、うん、臆病不安感の息子にしちゃ上出来だけどな、ガキが口挟むことじゃねえだよ本当に雑魚加減がすごいあら、うん、すまねえね兄ちゃん、ガキのしたことだ、許してやってくれよ、お詫びに一杯おごるぜ、マスターミルクだ、バカにされてるバカにされてるてめえみてえな串抜きにスイーツが似合いだぜ、あ、どうする、おーおー、これ飲むか返すか、返すのもあれでしょ、シャーって返すでしょ、返すんでしょ、喧嘩を、あなたの喧嘩買いますせってするか、うん、ここはおとなしく飲んで、うん、いや、お前の相手をするほど俺は子供じゃねえよって思わせるか、どっちかだよね。だね。立派な名前って言ってくれるのいいっす。肉まんさんも立派な名前だよ。うんね。セザールは企業名。親父にも撃たれたことないのに。あー。これがビリーザキッドの幼少期です。はい、嘘です。え、どっちがいい？飲む？喉乾いてた？ミルクは美味しくいただきましょう。あ、じゃあ飲もうか。じゃあ飲む。お前の喧嘩を買うほど俺は子供じゃないよ。
おかわりだ。おかわり。おかわり。あ。あ。なにこれ返すんじゃないもしかして違うの？いいよ飲んであげようじゃない。おかわりってほらずっと言う、ずっと言うよおかわりって。来た来た、スーパーファミコン独特の、うん、この正解ルートに入るまで繰り返されるやつ。俺もうお腹壊れるんだけど。ね、牛さんにね申し訳ないから飲んでるけど。飲んでるけど、あのそろそろホットミルクにしてもらえるとすごく助かるんですけど。あ、わ、あ、あ、え、ミルクおかわりもいいのか。店の牛乳飲み干して地元の伝説作りましょう。そろそろホットミルクが。砂糖入れてくれると助かるんだけど、飲めるかボケ。飲めるかボケ。もう俺のおごりが飲めねえって抜け、気のせいかミルクが戻ってきた気がするんでるで、いかんな、二日酔いだな、ここの酒は安物ばっかだからな。それともミルクはママのおっぱいからじゃねえと気に入らねえか。なんとか言いやがれ。あードラクエの家選んだ時の無限ループ、うんね、お腹壊したら騙されたなってなるよって。マジか、罠だったんだ。罠やね、さっきまで飲んでましたやん。じゃあこれか、これか。おっ、なーに違う。そんなに死にてんか。あ、来た来た。うわ、めっちゃ、おー、なんかなんか全然じゃん。えって、縄銃的なやつじゃね。あ、多分違いますね。あ、違う、はい、うん、あ、え、これ早かった。早、早っ。キッチンキッチン、覚えてやがれ。これで、もしかしてすごいねってなるのかな。なるかもしれん。あ、ブレイジーバンチのやつらじゃなかったのか。すげえよ。あのパイクがまるで子供扱いだわ。あ、間違えた。このおじちゃんならきっと何事だね。あ、男の人だった。前回この旅の方が、なんだよ、今頃何しに来てんだよ、パパなんか、悪名者だ。スネオみたいやね。ビリー、受けてくれ。今、はぶけってもやつらの怒りを買うだけだ。だけど、何もしないんじゃ、ずっとこのままよ。エミ、お兄ちゃんは黙ってて。あ、お兄ちゃん、お兄ちゃんなんだ。お兄ちゃん、お兄ちゃんも不安感もこの町男たちみんな悪名者よ。ちょっととんがり入ってるね。ジャギ、俺の名を言ってみろ。銃撃戦だけあって攻撃力高くて勝負つくのが一瞬。あ、そういうのもあるのかな。早いもんね、めっちゃ、ね、勇気があるのはこんな小さなビリーだけなんて。てか、保安官、この旅の方がいれば。残念だけど、そいつはそんな立派なやつじゃねえぜ。すごいじゃん、声変えてんじゃん。あ、ちょっときつくなってるだけです。そいつの名を聞いてね、驚くぜ。教えてやる、そいつの名前。ダメ、君の名はじゃん。ダンダン、ダンダンウキッドだ。そういえばこの手配書の、その首にかけられた賞金は5,000ドル。そいつをいただくのがこの賞金稼ぎ。めっちゃ時様よ。嘘で。残念だけ俺は服装がつかない。
伏せないでお兄ちゃん。これなんでそんなに思い入れされ、ね、なんかもう出会ってすぐなのにね。これがビリー隊長のご先祖様ですって。違います。右のやつ手配書か。そうそう手配書。伏せて。そう手配書ね、こうオープニングじゃなかったっす。保安官が入ってくれって言ってた手配書ですね。ガキにはお手上げか。てめえのおかげでゴールドには逃げられちまうし、あ、相場ね。いい加減蹴りをつけさせてもらうぜ。表に出る。け、け、決闘だ。決闘だ。いつもやってるけどね、この人たち決闘。逃げるなよ。マジか。雰囲気出すね。じゃあ一旦セーブしますか、怖いから。おー忘れてた。ちょっと一回セーブしますね、怖いからね。え、な、何かご用で。めっちゃ高速に振り、バグってる。これバグ、バグなのかもしれない。クールな男が子供に手を焼くのいいですね。ねえ、なんかさ、そのなんだっけ、萌えポイントだよね。うん、実は優しいんだよね。実は優しいみたいな。あー、ヒューザとかね。なるほど。なるほど、なるほど。それは確かにあるかも。でもあるね。うろろろろよ。あれ、あの、クラクラ回ってるあの、草。草。よく草がほら、唐草がさ、うん、風に乗ってカラカラ鳴ってんじゃん、西部劇って。そうだっけ？そうだよ、そうだよ。あれは草なの？草。俺たちの関係もこれで終わりと思うと寂しいか。わかるぜ、その気持ち。だが、いい加減。距離をつけようぜ。え、何？何すんの？あー、後ろ向いてってこと？ 5 つ数えたら振り返って勝負だ。これよくあるね。よくあるね。2つ。3つ。3つ。8つ。5つ。え、上。あ、え、おう、おう、いたんだ。いたんだ。かっちょよ。気づいてたってこと。こいつクレイジーパンチ、あの二人、うん、見えてたのか。つまらねえ邪魔が入っちまった。すげえ。すごいんだ。すげえや、二人とも。この二人が組めばクレイジーバンチだった。ねえ、あんたたちクレイジーバンチのやつらを倒してくれないかい。仕方ねえ、女に頼まれちゃ断れねえ。おお、なるほどね、なるほどね。きっと勝負はしばらくお預けだ。クレイジーパンチってやつを片付けて、片付けてからね。協力するんだ。協力するんだね。一旦ここでセーブします。ここは多分起点になるはず。で、ここから、もし奴ら倒してくれたら、この町の金を、お礼として払う。うん、クレイジーパンチ、全滅したはずの第7騎兵隊の生き残り。あ、ほら、出た。オーディオ。柱に無法者が集まった荒くれ集団。ディオはあんたらのことを聞きつけ、襲撃してくるだろう。この町の名は、アクセズタウン。サクセスとはサクセス、つまり成功だ。うん、昔、一昔前はこの町もゴールドラッシュ、出たね。西部劇の、うん、あの、開拓時代の代名詞、ゴールドラッシュ。ゴールドラッシュ。うん、西部開拓が行われた理由はそこだからね。うん、
おじちゃんとあのお兄ちゃんなら、え、なんで俺はおじちゃんであの人お兄ちゃん、ね、年齢が、年齢が、おいらたちゃ旅芸人、今一時休戦ってやつだ、そうそうって感じなんだ、多分ね、あれだと思う、プレナイの豚見て見た人だと分かると思うけど、うん、本当はそんな感じなんだと思う、友達じゃないけど、あ、ルパンとデニガタみたいな関係、ああ、舞いようとしてんだけどそれすら楽しんでるみたいなさ、な、一種の友情が芽生えてるみたいな、そういうこと、うん、え、ディオさんが黒幕だったのはって、じゃあエディさん、姉さんですか、姉さん姉さんだよ、全部で15人、え、10の腕じゃかえって走れまと、こんな僕らにも何かできることがあれば、俺たちだって戦うぜ。なんだろうね。どうやって倒すかだよね。外出るのかな。鍵がかかってる。あ、ここ。入れる？はい。鍵かかってる。ここなんか入れすとこないのかな、ないね、こっち鍵かかってる、鍵かかってる、ここも鍵かかってるじゃん、鍵かかってる、鍵かかってる、ってことはあそこのこのバーで何かあるのか、やっぱイベントが、2階は2階行ってみるか、倒した後、生きがいと楽しみ失って呆然とするやつやん、こういう関係好きよねえ、ほんとあいつに限ってそんなことはないっていうようなことを言うタイプのやつ、どこから入るぞ、どっち、どこからでもいいですよ、あ、鍵がかかる、なんだろうね、鍵がかかってる、あ、じゃあ、あれか、なんかあるんだね、この人たち、あ、保安官かな、もしかして違うね、まあ、押して、詐欺進むって、いい平それあれやんそれあれやんそれあれやん、なんかちょっと懐かしいもん、うん、ちょっとだけね、そうだ、罠で敵の数を減らそうってのはどうだ、罠を仕掛けるグレーなら危険はねえし決まりだぜ。けどよ、なんだい？ここはてめえらの町だ。俺たちだけに頼ろうなんざ。虫が良すぎやしねえか？あ、音楽止まった。気づいちゃった。気づいちゃったね。あたいはやるよ。おいらだって。やってみるよ。操作ね。操作ね。新キャラ？あ、女性？女性？お前、姉さん？黙ってたって あいつらにいいようにされるだけさね。奥さん。だったらやってみようじゃないの。しかし、お前、そうだ！もう、泣き寝入りはごめんだぜ。な、セザール。そうとも。ここはやっぱりあたしらもアミーゴのために戦うよ、かわいい、え、なんか違くない、上出来だ、あんたはどうする、保安官さん、あ、乗り気じゃない、保安官ビリこのバッジおじちゃんがつけてよ、え、お、いい、保安官のあのバッジを、ね、あー、それは言っちゃダメだって、なんかあるんだって保安官にも、マジが危険に侵されるのを恐れていた、だが危険を侵さねば立ち取れぬ未来もある、
パンダウンキッド、いや名も知らぬ旅の人、このバッジはあなたが持っていてくれ。なるほどね、私が保安官の資格を取り戻すまで。ああ、どうと決まったらこうしちゃいられねえ。罠の材料は俺とキッドで探す。おめえらじゃどれが罠に使えるかどうか。これバカに しすぎでしょバッチ強奪はさすがにだよね。でもパパだからね、パパのバッチだからいいんじゃない。材料さめ手間取っちゃ仕掛ける時間もなくなっちまう。オッケー。ああ一時的に手を組んだ、用心のためだ。まずセーブしといた。ああありがとう、ありがとうございます。ああありがとうございます。セーブしといた。で今から罠探しだね。ちょっと待ってね、はい、今から罠を探しに行くんだけど、これね攻略は見ませんまだまだまだ見ません、まだ、ね、一回自由にやってみて、うん、それでダメそうだったら攻略見ます保安官、私は新しいのミニストップで買ってくるのでマッドさんは確かに優しい。優しいね。よし、じゃあ探しに行くか。これをね、どうやって探すかっていうと、うん、こういうところをね、確かに探すんだよ。で、入れるように、あ、なってる。なってる。なってるね。穴を。あ、何？なんか手に入れたね。はまき。回復アイテム。なんか空き瓶。急にセーブってめたいセリフですね。よくあるやつだよね。なんかあるのかなこの辺。ここなんもないね。これ時間との勝負なんだよね。バーボン。バーボン、うん、バーボン、空き瓶とバーボンだったら火炎瓶作れんのかな。うん、これね、ほんとちょっと時間との勝負なんだわ。ハマッキー、ダイナマイト、パラ、消えたっけ。これこの辺なんかないのか。あ、金が鳴った。一つ目、これね、確かね、金が何個か鳴っちゃうんだけど、うん、鳴り終わるまでに罠をの材料集めをしないといけないんだよね、確か。何個だったかな、何個だったか忘れたな。何個目か。朝方と今夜だから、確かに朝方までとかじゃなかったかな。探すの？うん。なんもないね。多分ね、隠しアイテムみたいなのも確かあったはずなんだよね。確か。なんかね、あるはずなんだよね。あ、ほら、あったあった、スコップ。こうや、こういうさ、なんでもないようなとこにあったりするからさ、よく探しとかないと。こういうオイル、あ、じゃあオイルの火炎瓶が作れる。作ろうか。火炎瓶ができたね。あ、二つ目。二つ目。で、あ、フライパン。人参。料理？なんだろうね。何使うんだろう。こういうのがさ、このセーブ編で何がわかるかっていうと、うん、あら、アイテムの探し方、うん、こういうところにアイテムがあったりしますよ的なものがね、わかるんだよね。そういうこと。そうそう。ただね、
今回ちょっと1個ずつ見てるんだけど、何もなさそうだね。あ、ここもなさそうだね。これ最高率でいくとさ、多分全部罠仕掛けれんだよね。へえ。ないね、これ。ここら辺ないね。あ、3つ目？これ、4つ目？3つ目か。何個だろう？何回乗ったらダメなんだろうね。あ、フン。馬のフンあったね。これ何？カラビン。まだあるのかな？なんか。あと向かい側にあるね。あ、待って、ごめん、出ちゃった。あ、待って、ごめん、コントローラーが言うこと聞かない。あ、コールタール？え、何？なんだろう、コールタールって。ダッシュするには。腹か。なんかある。人参。なんかないかな。でもある程度集まったんじゃない？いや、多分ね、まだまだあると思う。うん。まだあるはず。全然あるはず。これ、4つ目。何個なんだろうね。6?だって今まだ火炎瓶しか作ってないからね。ほんとやん。あ、なんかありそう。おい、来た。火炎瓶。できた。これ、からか。あと、あー、なんかありそう。からか。ってことは、あとは ここか、ここで最後。あ、ないな、何にもない。ないね、これかな。テキーラ、なんだろう、テキーラ何に使うんだろう。スコップもあったしね。よし、これで一回戻るか。うん、それで一回戻って別の部屋見てみるか。部屋があったじゃん。あった。あそこも入れるの？そうそう、入れると思うから上から見て見てる。あ、なんかある。あ、まっき、あ、これ回復アイテムか。あー、5つ目。あ、これで終わりな気がするんだけど、大丈夫？5つ目。まだ大丈夫っぽい。ここら辺は何もないか。あ、なるほど。兄ちゃんだったっけ？兄ちゃんだった。兄ちゃんの部屋か。あ、なんか道路ある。これ、町の金じゃない？はい、いや。兄ちゃんの部屋か。いや、違う、マスターの部屋。あれ、お兄ちゃんじゃないの？マスターって。マスターじゃないでしょ、多分。マスターがお兄ちゃんじゃないんだ。あ、そうそう、違う違う。違うんだ。うんうん。メヒョウタイプ。マスターポスター。言ってた。なんかね、趣味らしいよ。マスターのポスター。なんか女のポスターみたいな。メヒョウみたいな。メヒョウみたいな女のポスターが好み。バーボンとかテキーラってなんだ？回復アイテムかな、もしかして。これ火炎瓶作ればいいんじゃないの？違う？いや、多分違うと思う。他に何かあったの？他に何かプールのある？そこはある。ここ裏行ってみるか。
仏像が西側に。いやこれ多分もっとね何かあるはずなんだよね。ま今火炎瓶しか日の出だって8個あーなるほど揃ってないんだじゃん。うん多分そうなんだと思う。あーだから効率よく探せってことか。数よりも種類を用意しろ。やつらには通じない。あ、じゃあダメだ。いないね。うん、いろんな罠をってことは今火炎瓶は関係ない。1個作ってるから。あーなんかさどっかないの。なんかありそうな気がするんだけどね。今6個目でしょ、ね、うん、タンスとかさフライパンとかは手に入れたでしょ。多分ね俺の記憶によると、うん、どっかにロープがあるんだよね、どっかに。あったほらロープ。え揃ったの。いやこれ揃ってない。まだ多分まだ多分ねなんかあるはずなんだよね。被弾したとか怪しいってことだね。ベッドとかに7つ目。あと1回じゃん。あと1回だね。マスターに話しかけてみるか。じゃあなんか揃ったらって言ってたもんね。これ自動的に話しかけることになるのかな。それとも話しかけないと今まで集めたやつがダメになるのかな。これで多分もういいんじゃない。あ、行ってみるか。仕掛ける時間は人によって違うだろうが急がねば。お、頑張れ頑張れ。私も仕掛けよう。あー、そういうこと。あー、そういうこと。ロープ。あ、じゃあこれさ、もしかしてただ作るだけじゃなくてさ仕掛ける時間もあったってこと。仕掛けさせてもいいの。いや人によってまちまちって言ってたから。人参いけ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 。何がいいかな。セクシーなポスターこれマスターの趣味です。それマスターの趣味ですよ。でもあれも関係あるの。パスタも関係あるの。落とし穴がこれ。あ、落とし穴これ。よし、OKOK。で、兄はフライパン。兄フライパン。攻撃じゃね。それも。で、マッドは。マッドはこれボールターンじゃん。ボールターン。わかんない。君じゃあ人違う馬の方行こう。いけいけ。時々役立つの。じゃあもうあと人参じゃない。人参でもさ種類をいっぱいって言ってたよね。もう種類ないんだよね。多分その
この人数分種類があるはずなんだよね。うん。あ、音楽が消えた。何を手伝わせんの？人参じゃない？火炎瓶危なすぎるでしょ。これ仕掛けれんのかな、時間的に大丈夫かな。このさ、鐘が鳴って8個目の鐘が鳴る前にさ、みんなが戻ってこないと仕掛け終わらないよってことじゃないんだよね。戻ってこないとダメですよとかないよね。あ、なんかやってる、なんかやってる。仕掛けてる。あ、仕掛けてるっぽいよ、仕掛けてるっぽいよ。ほら、なんかやってるやってる。あ、やってるやってる。あ、やってるやってる。あ、やってるやってる。え、これどうするの？あ、終わったって。あ、やばいこれ。やばいね。これ時間足りないかも。え、じゃあさ、7個目でやっちゃったのは間違えだったのかな？6個目とかでやっとかないとダメだった。あー、なっちゃった。8つ目だ。え、ロープしかじゃあ設置できなかった。まさか。ロープだけ？ロープだけだった。ちゃうよ。マジで？ダメだった。おお、3日3晩歩いてやっと町にたどり着いたなわ。まずそうだよね。まずそうだな。あ、これ、あ、この人たちも覚えてた方がいいよ。お、めっちゃ泣いとる。めっちゃ泣いとる。これ、まずそう。やばいね。あー、やばいね。これ、やばいね。ロープじゃちょっと。あ、いや、これロープじゃちょっと。あ、これちょっと。あ、これちょっと。スーさん自ら高難易度ルートに。あ、これちょっと、ああ、ダメだ。これダメだ。ダメだ。ロープだけ。ロープだけだもん。え、何個目が良かったの？あね。6個目ぐらいで仕掛けた方が良かったのかな。だからね、もうちょっと。もうちょっと減ったかもしれない、数が。万が一俺たちがやった時、こいつらを守るのはあんたしかいねえ。負けないと思います。多分多分大丈夫だと思うよ。あ、でも多いよ。敵が多いし。渡辺あー多いなー。あー多いなー。やばい、あれ草でしょ。あ、草です。あ、多いな、これ。これは多いな。いや、これは多いな。ちょっと数減らしてもろていいですかね。これは。震え声で大丈夫だと思うんだけどね。あ、そうですね、僕らですね、いけるかな。あ、トレイガトリング銃の弾をね。やるしかない、やるしかないよ。やばくない、マスがもうない。ちょっとやっば。あの左上の方を見て。この人でしょ。ひどいよ、もうちょっと。いか強いよ。おーわー。もう諦められてる。こりゃもう一度かな。こりゃもう一度かな。ぎっしりだよね。ぎっしり埋まってるの。ぎっしりですな。これはぎっしりですな。あー。これはみんな諦めてる。ちょっと次があるよって。これはまずいな。ま
反撃エグいよね、確かにこの勝ちだもん。いやどうしましょうかね、これもう一度じゃないそうですね、これはやばいね。やめろって、蜂の巣にしないでやばいっすね。左上のやつ絶対強いやつな気がするって、うん、そうだと思う。絶対強いやつだね。これは失敗した。おっ、うわ、反撃開始じゃん。ガトリングじゃないの。え、ガトリングズ、ガトリングだよね。一発やんね、あんな。本当だよこれさ、バーボ、カマキ、あ、自分しか使えない。バーボって自分しか使えないか。テキーラ、一人いっちゃってんじゃんあ、来た来た来た、おー、シャワ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 。あ、酔っちゃった。酔うんだ。うん、なんかテキーラ飲んだら酔っちゃった。回復はするけど、うん、回復するけど酔っちゃった。これが何、サクレットなの、ダブルショット、違う、届かない、シングルショットでいくか。これ酔っちゃうとどうなるんだろう、酔っちゃうとどうなるんだろうすごいね、ボスから来た当たり前ですよ、ボス、ボス一択ですよ。火炎瓶って範囲で継続ダメージ与えたりできないの、うん、ってできると思う。あ、まあ、パスちゃった、パスちゃった。ナイス、惜しい。じゃあ、待って、ファインビンでさ、あー、いける。ナイス、惜しい。ナイス、お、いいじゃん。アイテムで、あんまり使ってみるか。オッケー。おー、いいね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 。これいけんじゃない、いけんのかな、これいけそうな気しない。火炎瓶もないのか。うん、受け取りね、このガトリング銃の弾をなってセリフ好きですでもこの人ガトリング銃撃ってこない撃ってこない、まだまだ撃ってこない、撃ってこない。案外いけそうですね。なんか案外いけそうじゃない、でもなんか案外いけそうな気がするんだけど、俺の気のせいかも。あ、これこの人入っちゃったか、範囲に汗に入ってるんで。敵多いからそう思ったのと、うん、なんかのゲームで火炎瓶使った記憶が数十年前にあったんだけど。おー、やるやん、やるやん、やるやん、おじさすがやん、おじ飲酒に喫煙しながら勝利できてしまったっすね大事だよ、飲酒喫煙。そう、アイテムは有効活用していきましょう、有効活用していきましょう。あ、やばいな、これボスへの道筋が塞がれてる。遠いね、遠いね。ボス HP いくらなんだろう、 HP いくらなんだろう。ボス倒せば全員消えるのを期待。あ、ね、うん、そうです。ああ、そうなんだ、はい、ボス倒せばいいんだ。これ、あの手下とボス、リーダーっていうのがあって、うんうん、リーダーを倒すと手下全員倒したことになります。なるんだ、うん、自分が火炎瓶投げたわけじゃないんだからねいけるか。アイテムがちょっと結構いいかもしれないね。はい、で、まあ、これもザッと倒したと思う。おお、倒せるかな。おお、だからマッドドッグは、マッドドッグ、うん、マッドドッグ、マッドドッグはこの辺のやつらをちょっと、ね、射撃して遊ぼう。おお、あ、来た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 、
かないね。そんな効かないね。威嚇射撃だからかな。サイドワインの狙い撃ち、狙い撃ちってなんだろう。おお、倒したー。いけたー。よかったよかった。あ、待って、え、待って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 、話が違う、話が違う。ちゃんか、話が違うって。それ、ちんこ何を見て言ったんだよそれ。これ話が違うって、君、え、君ら、い、あ、あれじゃないの。ボスやられたら終わりじゃないの君ら。話が違うよ、話が違うよ君ら、話違うって、マジで。こうなるといけんの、この岩邪魔じゃない。岩邪魔、あ、でも邪魔でもないかな。ボスの叩き。起きて。うん。ああ、で。で、これ使うか。わあ、待って。え、めっちゃ楽しみ。ちょっとちょっと、ボス倒したからもう、ああ、畜生、覚えてろよって言いながらさ、ちょっとどっか行ってほしいんだけどね。普通はね、行きそうだけど。そうそう、行きそうだけどね。貫通弾にしてアイテムでカーボン、あれいける、いける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 、なんか不安になってきて、あ、酔っちゃった。おお、まあ、ギリギリかな、ギリギリの戦いになるのかな、俺もしかして。音楽いいよね、音楽いい。おい、よし、あ、いや無理だわ。いや、わからんよ。いけ、やってみないとわからんさ。やってみないと。あーあー、ダメなんだー。あーあー、いや、次のボスはワイヤーってパターンでしょ。バックエイジ。いやー、惜しかったね。惜しかった。惜しかったねー。まあでももう次は分かったよ。これは危ういね、負けた。よかったね、ほんとセーブしてて。じゃあちょっと時間に気をつけながらやってみようか。まさかの手下にね、手下に敗北するとはね。あ、そっか、こっからか。そう、テキーラ大事で、もうある程度どこに何があるかは分かったから。覚えてる？いや、覚えてない。けど、たぶんなんとなくいけるでしょ。多分いけると思う。うん、でもこれ割といけそう感ありますね。うん、ね、あるね。あったあった。いけそう感。あら、オイル。オッケー。火炎瓶大事じゃない？火炎瓶結構大事かもしれない。うん。ああ、メモしといたらよかったんだ。よかったかもね。当たり外れがあるからね。ね、ボス倒したのに惜しかったですね。惜しかった。回復アイテム重要そうですね。そう。重要そうですね。でも人参とかって1個で良さそうだね。人参はそうだね。うん。え？額縁の裏にへそくりが。あったところで。1つ目。目標は6個なるところで終わりたいね。ボールパールって結局何だったんだろうね。調べようか。馬の糞があったよね。どっか人数馬の糞。あ、待ってこれさ、スーパーファミコンのコントローラーがさ、うん、あの久々すぎてさ、うまく操作できないのは俺だけ？ね。なんだろうこれ。何？ボールタールとは、うん、石炭を搬入したとき生成する多褐色または黒色の粘稠な液状物質。何のこと？残っちゃう。何のこと？さっぱりわからん。さっぱりサラダ。あれ、どっかに葉巻とかなかったっけ？どっ
局何なの、ゴールタワー。石炭の何かってことでしょ。石炭のと、なんか塗料、なんだこれ、なんでしょうね。ないな、ここないのか。塗料なんか、塗料でもなんかあれだったよ、説明的に。なんだっけ、なんか町の外に仕掛けるのどうのこうのって書いてあったよ。人参はもういらないんだよね。なんかあったっけ、スコップがどっかにあったよね、マナホール用のスコップ。あったあった、スコップ、ここスコップで、で、あ、ハマ、これでハマギなかったっけ。おーい、3つ目か、これ三つ目。いや、取らなくていいです。これ三つ目で、あ、ハマキ、ダイナマイト、パラ。後ろってなんかないね。で、パラ。コールタールで馬の足止め。おお。なんかね、コールタールはね、なんか、うん、街の外に塗るの、あ、ばらまくのかな、もしかして街の外。で滑らすみたいな感じ？ダイナマイトって。ダイナマイト仕掛けたい。そうよね。うん。ダイナマイトは仕掛けた。はいね。ちなみにだからこれで言うとさ、アイテムの合成ができるってことでしょ、うんうん、ライブはライブで。あ、おお、これで4つ目。4つ目、なんか早くない？のせいだよ、早くない、なんか。でこれで、でもこれで仕掛けてもらおうか、うん、とりあえず。であとはなんだっけ、このバーの2階っていうか、このあたりを調べながら、これはいいけど、ちょっとこの人とか話しかけないといけないのか。待って、わねば頼む。じゃあロープ、まずロープでしょ、ロープね、上から行こうか。コールタール出てきて、で、あ、間違えた。兄はじゃあフライパン。アイテムない建物はスルーして時間短縮とかできるの、うん、あ、できます、そう、できます。これはいかにこの8個目の鐘が鳴るまでに効率よくアイテムを集め、さらにこの人たちに効率よく作業をしてもらうかのゲームですね。で、多分このキャラクターごとに作業時間が違うので、本当はそれも見ながらした方がいいんでしょうけど、そこまで今考えてません。ここまでは考えて、最高効率を目指すんだったら多分しないといけないのかなと思うんだけど。何がいいかなと。オイル、ハマキ、カラビ、人参、ごくで、多分持ち物でオイル、
あ、できたできたできた。え、できた？できた？あ、入れ替えただけだ。できないの？オイルがあれば買えんよ。オイルあるよ。あるよ。技じゃないよね。装備とかじゃないよね。どうすんだろう。なんかどうにかしてできるのかな。アイテムがランダム配置じゃなければ、うん、主要なアイテムを集めていけるね。あー、なるほど、そうですね。固定されてるから、うん、この場所にはこのアイテムっていうのが固定されてるので、そうですね。タイムリーちょっと見てて、ね、なので本当に効率メモしながら効率的に、うん、今もなかったよね。カーボン OK で、この2階に行ってポスターだね。こっちか。ポスターなんかなるの？あるんじゃないの？なるのかな。見たいけどね、これここ、あれ？バフンとか確実に時間ロスの罠だよね。あれ？あれ？さっきここで、あれ？なんでだ？あ、もう集めれないのかな、もしかして。そうなん？あ、なるほど、もう集めれないのか。そうなんや。これは、あ、あれ、あ、アニーのシミーズ手に入れたよ。シミーズってなんだよ。シミーズって何、うん、知らない。なんだシミーズ。ああ、ああ、あ、なるほど。肌着みたいな、うん、あ、来たよ、ほら。ジェニファーって踊り子のピンナップ、絵表タイプ。なるほど、キャミソールみたいなものか。で、じゃあ兄にどうしようか。兄に、お父さんが持ってる、ま、セクシーなポスターをちょっと設置してもらって、で、保安官には、兄のチミーズ体に装備するんだ。あー、装備する系か。で、これどうぞ。装備できるっぽいよ。あ、戻ってきた。あ、マスター、待ってね、これさ、ポンチョ、うん、あ、装備下がる。下がっちゃダメだね。下がっちゃダメ。ジャケット、あ、下がる。あ、ババシャツという噂も。なるほど、ね、何をしてくれるか頼む。アニーの趣味で、これは罠には使えない。使えるかもしれないじゃないかよ。頑張れよ。チーズ絞りへ。とりあえずこれで OK。 まあ種類をした方がいいって言ってたけど、一旦下着やしな。そうだよね。いや、いいじゃん、それでなんかあるかもしれないじゃん。で、あとは戻ってくるのを待つだけ。設置が終わるのを待つだけ。頑張れ頑張れ、みんな。罠にかかるとこ見たいよね。あ、見たいよね、いろんな罠に。そうそう、こっちは終わった終わった終わった。ついでにさ、なんか他にあるか調べてみるか。この辺怪しいんだよね、まだなんかありそうなんだよな。でも、アニーさんからビンタ来ますわ。いや、アニーさん、
結構多分ねサバサバしてるタイプの人かもしれない。姉さん、姉さん系だと思うよ。だってさっきのほら豪快な感じ見た？だけどさすがに怒るやろ。怒るか。まあ怒るか。ここもなんもないのかな。なんかさ隠し系がありそうな炒め物。人参とフライパンでね。なんかありそうな気がするんだけどな。他にこれで全部なのかな。なわけないと思うんだけどな。これどうする、攻略サイト見てさ、実はめっちゃいっぱいあったわ。そうなんだけど、こんなに調べてんの。うん、実はめっちゃいっぱいあるとか、そのさっきのさ、兄の清水じゃないけどさ、みたいにさ、誰かと誰かがいる時じゃないと、うん、手に入らない何かがあるとかないのかな。あるかもね。ね、これで7個目お、来た、あと1個。え、ちょっと待って、あとは、あ、お前だ。あと、あ、ここもだ、ここも。え、はよ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 、間に合うかな。間に合い、間に合い、頑張れ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 、いけるいけるいける、お前らならいける、お前らならいける。お、来た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 。君何だった、人参かなんか、火炎瓶かなんかだって。火炎瓶だよ。あ、ね、はい、適当に動いていって。そうだ、そういえば忘れてた。これ忘れないようにと思ってたのに。忘れないようにしてたのに。ありがとう、マンダムさん。変えるの忘れてたわ。なんかありそうな気がせんでもないんだけどな。なんかどっかにないのかな、何か。アンダムさんが言ったように何かあんのかな、額縁の裏とか。なんかなこれって全部じゃない気がするんだよな。なんかここのさ、ガスストーブから、ガスじゃねえや、液炭ストーブから何か出てくるとかさ、ないの。ありそうな気がするんだけどな。草むらとかなんかないの。まあでもまあこれくらいやっておけば。あ、もう終わった、もしかして、あの子供ビリー。いないじゃん、ビリー。終わってんじゃん、終わってんじゃん、ビリー。終わってる終わってる。じゃあもうこれであとは待つだけだ。行ってみよう行ってみよう、これで行ってみよう。いいんじゃない、いいんじゃない。これで、あ、あ、待って、この辺開けてない。あ、準備大事だって。危ない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 。あ、ちょっとでもさ、あのアイテムどうだったの、合成ってさ。あと空き瓶1個あるんだよね。オイルもあと1個あるんだよね。これどうにかしてできないの、合成できないのかな。どっかで合成できそうな気がするんだけど、なんもできないのかな。まあこれ火炎瓶持っとくか。いい、持ってた方がいいね。もうあとないね。取り切ったよね。多分今取れる分というか、パッと思いつく分は取ったから、あとは大丈夫だと思うんだけどな。さっき入った。あ、ないのかな。
ここ馬の糞があったとこだよね。ないね。裏とこ。まあ、今頃出てきたところで同等もできんのだけど。あ、だった。だ。八つ目だ。さあ、来たよ。麦ちゃん、二回目。来るよ。ああ、回復アイテムも貴重なので、うんうん、戦闘での使いどころも肝心。ああ、肝心だね。確かに肝心だね。神々だね、俺。うん。勝負の時。勝負の時ですよ。さあ、いざ僕らの罠がどう敵を減らすか。うん。それ楽しみ。ジャッキーだってほら、ロープだけだったからね。泣き方可愛くね。半熟ヒーローもこんな泣き方。あ、そうなん。うん、昔のスクエリってこういう表現だよね。あ、おおおおおおおフライパン。やっぱ投げるんだ。人参。人参。馬。じゃない。おお、ダイナマイト。おお、あ、ポスターポスターがある。本当だ、ポスターがある。ポスターに浮かんでいてない。なんでこんなとこにこんなポスターが。マジ？マジか。おお。おお。ナイス。ナイス。でもロープでしょ？来た。いいじゃん。めっちゃ減らしたんじゃない？めっちゃ減らしたんじゃない？めっちゃ減ったんじゃないの？墓場ごと蜂の巣にしてやる。もういけるよこれは。これいけんじゃない？これはいけるよ。余裕だよ。これいけるよ。これ結構減ったんじゃない？なかなか減った気がする。ディオの綱を拝みにな。あれポスター這いつくばってでも見に行ってたの。いや、あれはわざとだ。あれあれわざと馬から落ちて見に行ってたんだ。来た。もちろんですよ。さっきと違う海でちょっとガクブルなんだけど。どんくらい減った？どんくらい減った？おお、減ってる。二人だよ。二人。これいけるわ。余裕やん。さっきあんだけ粘れたから余裕やん。とか言ってたらやられんだよね。いや、さすがにないっしょ。わからんて。強さ変わんないよね。強さは変わんないとは思うんだけど。バイクたち、いや、その人数だったら、君ちょっと凄みがないね。俺、最大、ほぼ最大を見てるからね。さっきと全然違うもん、怖さが。全然怖さが違うもん。余裕だもん。正直ちょっと余裕があるもん、心に。はい、余裕ですな、これ。勝ったわ。これ、ボス含めて2人だった。そうそう。あ、これ勝ちましたわ。あ、もう全然余裕ですわ。これで負けたらどうする？怖いわ。どっちがいいかな。これでもういけるじゃん。ほら。あ、待った。ボスの行動にだけ気をつけていきましょうって。遅い。待って、3回復。私乗ったらこれなんだ。で。
で、ボスあんなに攻撃してた？で、ちょっとあれ？あんな技してた？してなかった。999。これ特殊やん。これこっちにどうして？岩をさ、あ、足りない。岩縦にできる。岩縦にできるはず多分。やばいやばい。ガトリング銃全弾受け取りました。受け取った。受け取った。やばかった。やばかったやばかった。一つもんで漏らすことなく受け取ったよ。これでパンツ、あ、いややっぱ。あ、待って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 、うっそだ、これあ、これさ、斜めにいない方がいいの、もしかして。待って、斜めじゃダメだね、これ斜めじゃなくてさ、横じゃない、横で。ガトリングガンが確か斜めだったよね。斜め来てたね。斜め来てたよね、うん、ほら斜めのみだから、うん、死ぬね。死んじゃうね。斜めだけ行かなければ。あ、あ、嘘、これで回復しても生き返らなくなるのか。なるほど。威嚇射撃ぐらいだったら。もう忘れてる。現代の戦い。これで現代編の教訓が何も生かされてなかった。本当だね。あ、でもマルチカウンターとかもあるからいけんじゃないこれ。待って待って、アイテム怖いね。アイテム使ってくる。今の調子乗ったらこうで倒すか。怖いんだけど。そう、使っとくか。ハマキ、ハマキ使っとくか。確かハマキでステータスバフかかるよね。威嚇射撃ぐらいだったら全然問題ない。いけるんじゃないか。なんかいけそうな気がするんだけど。怖いんだけど。いや、多分大丈夫だと思う。大丈夫だ、うん、威嚇射撃ぐらいだったら13とかでしょ。だってマルチカウンターでこっち結構食らわせるから。いけるいけるいける。威嚇射撃ばっかしてくんなよ。おー、わかった。ほらー、いけたー。よかった。うーん、よかった。うーん、出演者強し。ほらー、 やっぱガトリングの斜め攻撃がきつかったね。だって即死だもん。999くらってたからね。アンストダメージだったよ。でも俺結構あのフライパン気に入ってんだけど。あれフライパンいいね。うん、アニクマンさんありがとうございます。 ありがとうございます。あ、ほら、ナイスーって。ナイスー、ありがとうございます。ナイスー。あれ、馬、馬、リオが馬に、え、幻覚見てんじゃない。あ、スバルさん、おめでとうございます。ありがとうございます。聞いたことがある。第七騎兵隊はスーシャイアンの連合軍によって全滅させられた。俺にただ一頭の馬を残して。お、馬、え、亡霊だったってこと。四面体亡霊。わー、あー、集まったのかしら。なんだ、憎しみ。私は喋る馬のエド、マッドは仮の姿。そういうことやね。何言ってんの。あ、いや、名も知らぬ旅の人、喜ぶのはまだ早いぜ。あ、あれじゃない、あれじゃない、
あれが残ってるもん。きっと俺たちの決着はまだついていねえ。そうだな、そうだな、確かにそうだな。か、急にカルトっぽくなった。いや、これ面白いよね。おー、ディオを倒したのに。口出しすんな！坊主、これは俺たちの問題だ。そうだろ、きっと。ああ。やば。ああ、始まるんじゃない？始まるのか。あ、草だ。草。草だ。あれ、ちゃんとあれだよ。あの、回ってってる草あるじゃん、うん、あれちゃんと種類あるからね。種類？この草っていうのがあるからね。うん、この草ですっていうのがあるからちゃんと。へぇー、うつでつ三つ四つ五つ。おー、これで強かった。これマジかよ。もう泣くぞ。てかさっきお猫様がさ、あのテーブルの上に乗った時ちょっとヒヤッとしたんだけど。いや、こんな時でも転がっていくタンブルウィードだって。タンブルウィードっていうのあれ。タンブルウィードっていうのあれ。タンブルウィードって。あれはタンブルウィードっていうの。ちょっと気になるから調べていいやろか。タンブルウィード。タンブルウィードっていうんだって。へえ。こんな時に転がっていくタンブルウィードはかっこいいよ。さすがだぜ、おめえ。あれ？マジ？倒した？倒してないよね。タンブルウィード。タンブルウィードだって。これ？あれ？え？マッドドッグ倒してないよね。しまうのかい。僕だよね。あーとかうーとかしか言わないよね。なんとお礼を言っていいか。おじちゃん、どうもありがとう。それから一つお願いがあるんだ。ここじゃん。あのバッジなら私はもういりません。やっちまった感じかな、ね、最後にね、ライバルとね、オンって感じだよね。オン？あっちあっちだけではない。本当の保安官の資格を手に入れた気がします。お待ちよ、お待ちよ。なんか音瀬さんだよね。お待ちよ。あんたにやらなくちゃ、謝らなくちゃならないことがある。オン？本当は金なんてこれっぽっちも残ってないのさ。許してくれるか。名言出るんじゃない。金ならあったさ。え？と守ることをもう一度教えられた。噛むなよ。あんたたちにきっと。いや、かわいい、この3人。金っていうのか、金じゃなくて金なのか。金、ゴールドラッシュで金か。どういうこと。あれだったのか、ね、何が。かつてその腕の凄さで西部にその名を轟かせた名保安官。あまりの銃の腕に鉄塔を挑む者が絶えず、彼の町はいつしか無法者が押し寄せることになった。そして自らの首に賞金をかけお尋ね者となり、死に場所を求め荒野をさすらう三段チーカンバーク。誰？アジちゃん来たー、ただ来たー。マジでライバルはねえ、本当にライバルやっちゃったの、もしかして本当に。え、マジで、
おさむ石渡石渡おさむさん。さん。なんだろう。うん。設定しんどいな。うん、だってさ結局自分あまりの強さゆえに、うん、守る立場の自分が、うん、町を荒らしちゃう原因になった。なっちゃった。ってことでしょう。もうそれは設定的に確かに辛いよね。何のために自分が存在してるかわからんもんね。いない方が安全なんでしょ。そういうことや、ね、自分がその後みたいな、あ、その後みたいな感じだと思う。これさ、ライブはライブはライブの、うん、このライブはライブのライブがあるんだよ本当に、うん、音楽ライブがあって、うん、それのこのセーブ編の、うん、BGM を、うん、口笛奏者の方がしてるんだけど、うん、超素敵だよマジで、かっこいい、超かっちょいいから、これは聞いてみたいね。このトゥートゥルルルルっていうところをほんとの口笛でやってるから超すげえ。あ、ほら、あ、なんだっけ、ほら、なんだっけ、なんだっけ、タングルウィードやっ一人でマラカスしてるわ。かわいい。いないわ、ちゃんと。ちゃんといないわ。ってことは、ビリーがそのさ、なんだろう、うん、気持ちというかさ、うん、このサウダンキットのかっこよさを受け継いでいく形の次世代の若者になるのかな。あるかな。ああ。うん、口笛でつくのはね、超難易度だと思うよ、ほんと。すごいよね。うん。ほんと、その口笛奏者すごいよ。口笛できないもん、ね、できない。しかもさ、この音程と速さとちゃんと本当にやってるからね、うん、すごいね。本当すごいと思う。あのね、25周年かな、26周年だったかな、うん、のライブはライブはライブっていうのを YouTube 上がってっかな、上がってたらね、いいんだけど。うわぁ、かっちょいい。あ、キュン。ワイルドアームズも同じような音楽流れてた。荒野な感じ。わあ、よかった。終わった。よかったよ。わあ、いいね。二、うん、つクリアできたね今日。うん、そうだね。あ、ちょうどいいお時間です ね、 そうね。うんうん。あ、もう12時過ぎてんじゃん。そうだよ。そうか、始まりが遅かったからか。今日はね、ちょっとね、トラブルあったから。あったからね。じゃ次は SF 編やろうと思います。はい。うん。次はね、SF 編から始めようと思いますよ。早いね、やっぱ短編だから。そうだね、あの最後のバトルの決着のつけ方は複数あったんだって。そう、マルチエンディングだったの。そうなんだ。あ、そうなの。あなたのどの多分ね、バッドエンディングに近いんじゃない。いやー、まあ、そうだね、普通のエンディングじゃないかな。やっちまった感じだもんね。うん。あ、でも男としての勝負にちゃんと区切りはつけたからね、うん、男の勝負には。うるさいよ。じゃあちょっと画面を、画面を切り替えますね。おすずさんの、これをエンディング中に変えて、はい、はい、では皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと待ってね、ちょっとだけ待ってね、準備するからちょっとだけ待って。どの選択でも全て正解と言っていいでしょうねって、うん、あ、そうなんだ。へえ。このさ、ライブアライブの面白いところって、うん、確かにそのスバルさんが言ってくれてるようにマルチエンディング的な要素があるし、うん、自分の選択によって変わるっていうのは面白いところだよね。スーパーファミコンの時代にさ、うん、容量限られてんのにさ、こんだけ面白い感じ、演出だったりとかさ、やってるのすごいよなと思って。すごいよ、うん、で最初のあの現代編のあのつまずきからするとだいぶ慣れた。だいぶね。だいぶだね。いや、面白い、面白かったでしょ。面白かった。
いやね、もう本当にライブアライブはすごく好きで、はい、っていうところでね、今日はちょっと遅くなっちゃったんで、ゆっくりできなかったんですけど、次はね SF 編から始めようかなと思っております、うん、はい、で、ボスの名前覚えた？オーディーン、あ、違う、現代編は、ああ現代編は、うん、オーディー、王だったでしょ。西部劇編はオーディオだったっけ。オーディオだったでしょ、うん、あ、文字ってあんの。そう、あ、ボス文字ってんだ。あの、今後お楽しみください。なるほど、今後お楽しみください。次の SF 編のボスの名前を、うん、でも私もこれでバイビー。あー、マンダムさん、ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございます。これは幕末やら他の編も楽しみ。そうだよ、幕末楽しみだよね。幕末はね、見てみたい。幕末編はね、現代編の比にならないぐらい難しい。そうやね、うん。まあ、ライブアライブね、戦闘はこんな感じで、はい、でアイテムの集め方というのはこんな感じでやって、はい、あの、いくゲームになりますんでね、はい、あ、シーソーさんお疲れ様です。明日で真夜中プリズランは終了。あれあれ、お忘れずに。じゃあキッズタイムでやれるときやっとこうかな。キッズタイムね、うん、あ、まあ今明日っていうか今日か確かに日付変わって今日だね。変わったから、うん、っていうところで今日はねこの辺で終わろうかなと思います。はい、このチャンネルは、こんな感じでね、ミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が雑談しながらのんびりと配信をしております。機材トラブルにも負けず、滑舌の悪さにも負けず頑張っておりますので、ぜひね、チャンネル登録、あとコメントはお気軽にしていただけたら嬉しいです。では、はい、今日も本当に3時間近く皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございました、はい、またねたくさんのコメントいただきまして大変ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではまた次の配信でお会いしたいと思います。肉まんさんお疲れ様でした。お疲れ様です。ではでは、またおやすみなさい。